スコットクラファン達成御礼&ラストスパート、終了の瞬間をみんなと迎えたい生配信はい、ありがとうございます、今日は、長い時間皆様と、お付き合いいただくということで、自分だけではちょっと不安でしたので選手39番鈴木翔斗選手に来ていただきました。よろしくお願いします。はい、お願いします。これ何時までなんですか？8時、今日は、このクラウドファンディングが終了するのが、本日の23時までですので、じゃあ結構長い。23時までその終了の瞬間まで最後にまで皆様と、お付き合いいただいて、最後までどれだけこう支援が伸びていくかっていうところも、僕たちは嬉しいポイントなので、そこも一緒に積み上げていければと思います。はい、はい、お願いします。今ね硬いと今カンペがね出たのでちょっとでもすごいね。もうだって今536名の方にね、はい、そうなんですよ、支援いただいてね、はい、今、最初の、あの支援の目標額が400万円だったんですけど、現在、すごいよ、466万7千円のところまで、はい、あのご支援いただきまして、支援者の数も536名の方にご支援いただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、で今日はですね、まあ、トークでずっと3時間ちょっと持たないなって思ったので、ちょっと今日何ですかそれ、自分が鍋を作りながらみんなでちょっと鍋なんだ、はい、つつきながら配信できればなって思ったので。すごいね、はい、本当に下処理は昨日夜自分で野菜切ってくれてるんだね、ありがとう。切ってきて、そうなんだ、もう本当に突っ込んで火入れたら食べれる状態になると思うんで、うん、なるほど、はい、ちょっと食べながらやっていきましょうか。はい、お願いします。俺これ知らなかったからね本当になんで鍋の話になってるのと思って。そうなんだよね、ショートには言わないという言わなかったというか、本当にもゲストとしてこの日のこの時間空いてるって聞いて、そうそう、はい、空いてます、あ、じゃあちょっとこの時間ちょっと YouTube ライブあるから来てもらえるみたいな話で、うん、びっくりした、何味がいいかなとかいう話まで、うん、俺知らない間に言ってたからねそうそうなんだよね、そうびっくりしたよ。いやでも今日はしっかり鍋を準備してくれたんだ、はい、ありがとう、うん、お腹空いてすかしてきたよ、もちろんね、うん、お腹空いてる大丈夫かな、うん、はい、そうです。なんで、あ、健康に気使って ね、ウーロン茶まで置いてるんだ、はい、今日ウーロン茶で戦っていくんで。これはなんかマイク持ちながらつくのちょっと難しいんですけど、どうすればいいんですか？マイクじゃあ俺がこう、ね、そういうスタイルでいきますか？いい、はい、そうしましょうか。何あそう、はい、あ鈴木さんどうぞ、どうぞ、ちょっと伝えてください。あ、クラウドファンディングの方は支援してくださった方はリアルタイムで僕で更新させていただきますので、どしどしよろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。早速すごい、すごい、2名の方がありがとうございます。こんな感じですごい、YouTube している間もご支援いただけると僕たち本当に嬉しいので、こんなすぐによろしくお願いします。つけれる、怖いよ、頼むよ。あーでもそっか、え、もつ鍋屋さんで働いてたんで。ああ、じゃあもう完璧だ、まあ、鍋は、うん、これじゃあちょっとこっち側に、置いた方がいいんじゃない？簡単に作るんで、
はい、もうショートはちょっとうまく回しといて。いや俺ゲストだよね。大丈夫？雑じゃない？感じてない？それは大丈夫だよね。あのこんな感じで進めていくんで、なんかそうだ、ね、あの逆にこうコメントっていうんですかできるんですよね。コメントみたいなのちょっとあの書いていただければ、確かにあのそこにいる井筒が拾うんで、確かに。それで鍋ってさ、人によって入れるもの違うじゃん。お結構楽しみなんだよね、俺、はい、スグルの鍋。クソアンパイだねこれ。めちゃくちゃアンパイなんだ。やべ、なんか俺はこの個性出してくればよかった。俺は鍋にはこれ入れるんだよね、うん、みたいなのが俺は結構期待してたの。確かに、ね、でも今のところ食材見るとマジアンパイ。みんながさ食べれるものとかさ入れたいじゃん。ああなるほどね。椎茸とか入れるのも躊躇するタイプだったからさ。あそうなんだ、結構優しいね、気遣ってくれてんだ、ありがとう。座っていいかな一回。 ありがとう。俺はもう立ってないと作れない。そうだね、ありがとう。今日はもつではないんだ。あ、今日もつ鍋じゃなくて、うん、っていうのもなんかオフィスでもつ鍋やるとちょっと匂いが、あーまあそうだね、大変だからちょっとやめてくれってことで、今日はちょっとあのさっぱり系な鍋やりたいと思います。ツルツルになっちゃうからね床も。本当はほん、ね、もつ鍋作りたかったんだけど仕方なくもうね、もつの油でね、悔しかったわ。今オフィスでやってます。クリアソンのオフィスでご飯作ってるキーパーいないんじゃない？いないね。なかなか。初だと思うね。いいね。日本では初だと思う。いいよ。今のところなんか野菜もね安牌なんですよね。映ってんのかな？これ映ってないかな？映ってはないか。あのテーブルにはあのこれなんだろう、白菜と豆腐しか乗ってないです。ちなみにちょっと不安。なんでよ。あでもあるんだ、準備してんだちゃんと。準備してきて、タッパになんか入れちゃって。そうそうそう、すごいね。箸ないの？大丈夫かな。これ、ね、不安なのよ。俺が一番不安だよ。超怖えよこれ。ないものが急に現れる説あるからね。あーなるほどね、うん、わこれなかったんだみたいな。そしたらもうショートが走って近くのコンビニまで隠してもらう。お願いします。確かにそれ任せてよ。それは本当頼む。アシスタントだからね。ね、うん、それはそうだよ。アシスタントでいいの？おい、おなじみなの？初めて見たけど知ってる人は知ってんだ。あの前にあの Facebook ライブかなで、うん、もつ鍋本当それこそ作った時に、それなんどういう経緯で？え、それはね、あのなんかメンバーシップの会員さん向けに見てもらいたいっていうところで、そう振る舞ったんだ。振る舞ってゆうとくんとじゅんやくん、作った時にこれにご飯を入れて持ってきた。あ、ご飯なんだ。今回は？今回はね野菜が入ってる。あ、野菜なんだ。あ、それで知ってるってことね。そうそうそう、あの、なるほどね。もう知ってるから。そうなんだ。純也君とか、ね、絶対見るよって言ってたけど、あの人見てない説あるよね。確かに見てないんじゃない？見てないかな。みんな今練習終わって忙しいから。そうなんだ。練習終わってからね、もうすぐ来たんだよ僕たちは。そうだね。お願いします、はい、結構お肉がたっぷり系なんだね、すぐのお鍋は。お肉食べたいじゃん。いいね。浅沼鍋は結構鶏肉多めだ、うん、これね。でも今日みんなに振る舞いたいから。あ、そうなん。そうそう、あの2人用じゃなくて4人で。そんな食べれるかなと思って。すごいね。今回にしておきました。優しいね。であんまこれ入れすぎると溢れちゃうから。あとすぐる質問もらってます。あ、質問来た。あといくらですか？あといくらです。今日目標どうします？今日の
この配信終了までの目標。そうだね、これでいくらっていうこと結構大事だからね。終われない可能性あるからね。確かに、うん、いやでもいいとこで500万ぐらいどうですかね。ね、500万、うん、鍋の、あ、ね、あ鍋なんだ。じゃ鍋の経費今日これ僕自腹なんで実はえで振る舞ってんだただこれ本当に、うん、実はねこのコンロも自分で買ったの。あ、そうなの。そう、この日のために。そう、すごいじゃん。だからまあ言ってしまえば赤字よこっち。あ、そうなんだ、うん、振る舞って具材とかさ。もしかしたらさ、なんかスパチャみたいなのでさ、うん、あ、そうだから、鍋代あの投げ銭してくれる人いるかもよ。本当にお願いします。苦しいですって。あの本当にあのこれはね、今日の多分この500万ぐらいいけば会社から経費多分出ると思うんで、ぜひよろしくお願いします。この配信のためにでも自腹でやってるんで。でも自腹がなんかかっこいいわ。いや、まあそうだね、うん、そう、そんくらいやっぱ振る舞ってね。そう、すごいよ。それくらいはね、やっぱみんなに。で、鍋の経費はいくらなの。ね、これ大全部でね、まあ、1万円くらいかかったよ、本当に、まあ、ガチで言うといい鍋だ、今日。そう、いい鍋かなかなか、うん、いいね。それはかかるよ、だってカセットコンロ高いんだよ。あ、そうなの、うん、高かった。4、5000円するんだよ。ね、意外高いんだよ。まあでもさ、もしこっからキャンプとか行くってなったらさ、大活躍するしさ、まあそうね、いいじゃん。まあそうだね、ポジティブにね。今後も使えるじゃん。確かに確かに。そう、いいと思うよ。いやでも会社に置きたいな。置くとこ困ってるみたいな感じに言わないでよ、そんな。こんにちは。あ、今ね。おっと。すごいゲスト来ましたわ。おお、やばい。なんかあったのかな。服装とかもすごい。まあ遅刻っちゃ遅刻だし、早いっちゃ早いしっていうちょ感じなんで、ちょっと紹介します。今誰が来たか。うん、よろしくお願いします。今ね、あの YouTube ライブを見てる方はね、本当もう皆さんご存知のあの男が来ましたよ。あの YouTube ライブの。こんにちは。映ってます。原さん映ってなくない？僕映ってない。映ってる。お世話になります。原です。いつもありがとうございます。ちょっとあの飛び、僕もゲストでいいんですよね。原さん、原さんいないと回んないよ。MC らしいです。ちょっと、あ、やっとあの作る方に集中できます。あ、OK です OK です。よかった。はい。聞いていただいて。ちょっとあの、え、コメントどうやって読んでるのこれ？コメントは。そもそもやっぱりこうコメントを見ながら配信するっていうセッティングに今から入りますので少々お待ちください。あ、さすが、助かります。多忙の中ね。すいません、ありがとうございます。いただいたんです、僕たちがもう頼りないから。よかった、本当に。よかったよ。今待って、一安心っていうコメント来てるよ。原さん来て安心しましたよ。確かに一番安心してるな、俺たちが。本当。ああ、鍋の振る舞い企画したら結構クラファンが集まるんじゃないみたいなの来てますね。鍋の振る舞い、すぐるが鍋を振る舞う。あ、それね、やりたいんですけど、あ、いろいろね、なんかあるんですよね、許可とか取らないとね。確かに確かに。そうなんですよ、飲食はね。はい、それもちょっとね、検討してやろうかなと思ったんですけど、ちょっといろいろと制限とかあったりもするんで、うん、これさ、見た目とか大事かな、やっぱ大事だよ。マジで。あ、こっちの、これもさ、手洗ったから手で入れるね。ちょっと iPad の、ね、なんか声が、うん、聞こえない？マイクが遠いって。うん。どっちかってショートの仕事の問題みたいな。それはね、俺が問題か。ごめんなさい、それはちょっと遠いのかな。うん。基本的に俺が喋るみたいな。そう、気をしっかりね。セットしますので。すごいね。うん、
雷ってさ沈むよね多分。なるよね。大丈夫大丈夫。もう鍋はもう入れたもん勝ちじゃないもん。いっぱい入れるものあんまないよ。そんな、お、すごいね。すごいじゃん。すごくはないですね。ネギとしめじ切ってきました。ありがとう。はい、ちゃんと家から昨日の夜そのタッパー見たことあるね。おい、ほらねほらね、そうなんですよ。あのメンバーシップにあのご加入の皆様は、あのあれいつだったっけ、もう 2,3 ヶ月前か。結構前とかに、うん、あのメンバーシップに入った方限定の Facebook コミュニティがあるんですけど、あのそちらで、あのスグルキッチンというね、そうなんです企画を、スグルキッチンって名前だったんだ。そう、スグルキッチンやって、スグルキッチンやらせていただいて、でそこでもつ鍋をね、その時はもつ鍋を、そうなんですよ、その時はもつ鍋作って、あの選手と社員の皆さんに披露するというね、あのここの近くのフレンチキスというお店を、はい、のキッチンをお借りして食べ、あの作らさせてもらって食べましたね。皆さん、どうだったんですか味は。原さん食べたんですか。あ、めちゃくちゃ美味しかった。めちゃ、なんかこう食レポみたいなのを若干求められて、あの大崎純也と中山優斗と、まあ、僕もなんかちょっとあのお手伝いで参加したんですが、みんな食レポを求められて、美味しいしか言えないっていうぐらい美味しかったっていう、うん、いや本当美味しかった。うん、やっぱさすが、あの確か元プロっていうね、そのコメントもそうそうそう、すごいあったと思いますが、あ、皆さんいつもあのお世話になっている皆様のコメントばっかりですね。ありがとう。ありがとうございます。だからあの中山優斗があのごぼう切らなくていいっていうコメントを多分最初の方に残してるあったんだっていうのは、うん、あのその配信の時に、そうなんです、中山優斗がお手伝いとしてごぼう切ったんですよね。そうなんですよ。ごぼう結構切るの大変で、ゆうとくんとか結構乗せたらすぐやってくれるんで手伝ってくれたの。うまいねって言ってもうすぐやってきました、あの人は。でも上手だった本当に。あ、そうなの。はい、なんでこれからもつ鍋作るときはもうゆうとくんごぼう係で。え、支援全然入ってないよ、だって。いやでもやっぱこの鍋を作るところに集中してるんで僕は。はいはい、鍋の出来栄えで決まる。そうだよね、うん、だってこれが有料、お金出してもいいぐらいかどうかってことだよね。鍋の出来栄えで決まるんだ、うん、なんかいやちょっとそのマスコットとかに対するさ、なんかあの話とかはしないの。それはもうだって先長いから、もう今日。ああ、そっか、まだね、まだまだ、ね、まだ序盤だから、まあそれはもう食べながら、はいはい、食べながら喋らせていただくということで、はい、飛び込んできたから。サッチンさん、息子がアカデミー入ってます、応援していますって言って、 ありがとうございます。関係者とかがいろいろ出てくるコメント欄確かに中山優斗、純也チャンネルもいますね、はい、多分あのいろんな関係者もね、あのいますし、ぜひ皆さんあのコメントをお気軽にしていただければ。してほしい、はい、してほしいです。はい、お風呂入るタイミングなんですか、今でいいですか。あ、まあ、今行った方がいいです逆に。今のうち行って食べてる時に戻ってきてください。はい、確かに。お、浅沼選手、はい、得意料理は何ですかとサッチンさんから。あ、得意料理はもちろんもつ鍋ですと言いたいところなんですけど、それだとまあそれじゃなくてやっぱハンバーグとかにしましょうかね。ハンバーグちょっと料理めちゃくちゃ好きなんで、今年はあんまりできてないんですけど、去年まではもうめちゃめちゃ料理してましたね。そうなんだ、うん、結構好きで市場とかに行って、市場行くの？そう、あの近くの長崎の時とか車で5分10分ぐらいのところに市場あって、で、ね、マダイがね300円で売ってて、結構大きいやつ丸ごと、うん、それでも鱗とかの処理してなくて、自分ですんだ。そうだ、どうやってすんだよと思って、あの調べたら、ググったらペットボトルのこの蓋、うん、あ、でガリガリでガリガリあんの。へえ、したらめちゃくちゃね鱗取れて、あとは内臓ちょっと取ったらもうそのまま
アクアパッツァにして、食ってやりました。アクアパッツァ、刺身とかじゃないんだ。刺身もさばくの、さばくの大変じゃあれ。だから、そうそうそう。すごいね、いやあれね、結構楽しい、ね、時間あるか。切り身買わないんだってか。切り身だって、まあそうだよね。丸々どうやって処理していいか分かんないのに、買ってみちゃおうってなったら。なるよ。すごいね。え、ならない？市場に。あんまなんない。市場に行ったらさ、なんか一匹買いたくなるじゃん。なんかさばいてもらうとかさ。ああ、確かに。その考えはない。してもらうとかさ。ができるのがさ、新鮮なのを。確かにそうだ、ね、市場の良さというかさ、なんかそんなとこない。それは自分でやっちゃうんだ。それはもう自分でやりたいっす。すごいね。やらせてください。でもハンバーグなんか得意なの。うん、ハンバーグ好き。食べるのが好き。好きじゃないよ。すごい。食べるのが好きなんだよ。違うんだよ。え？食べるの好きですかって聞いてないのよ。自分が食べることが好きだから、それを美味しいやつを作って自分のために作る。ああ、じゃあハンバーグが好きなんだ。そう、好きなものを作るから、ハンバーグ好きだから作ろうってなる。なるほどね。またオムライス、じゃあ食べたい、オムライス好きだからオムライス作ろうってなる。アクアパッツァは好きなんだ。アクアパッツァは思いついた、あの市場に行ってマダイを見た瞬間に、マダイを見た瞬間に、うん、あ、これなんかアクアパッツァのやつだなと思って。あ、そうなの。そう、すごいね。そこでね、思いついた。思いつきもある、結構。豆腐そのまま行くタイプだ。洗ってさっき。違う、そういう問題じゃない。ドカンと行くんだ。そう、でかさの問題。あ、切らしてこれで。あ、中でこうね。なるほどね。そうやるんだ。スタイル。なんかね、どうやって持ってこうかって思って、うん、ここに切るあれがないからさ、なんていうの、切る設備が、いいね、いいね、そう、設備がないから、もうそれはちょっとご勘弁って感じ。うん、男料理だね。はい。今日も男の料理していきましょう。気づいたらできてるよ、もう。とりあえずね、3人分。あ、やばい、誰というコメントがあって、確かに僕あのちゃんと自己紹介してなかったですね。あの、はい、あの株式会社クリアソンの原と申します。あの普段あの試合の時にですね、あの YouTube ライブの実況をやらせていただいております。はい、あの多分顔とかが出るのがあんまり、はい、ないので、あの声で聞き覚えがあっていただくとすごく嬉しいんですが、はい、今日はちょっとあのそれこそショートと同じで、あのスグルに呼ばれてきてゲストでっていうことで、でも僕はあの鍋のことは前日の夜に知ってましたよ、昨日の夜には。せこいっすで、その匂いとかの懸念はあの僕から、あのですよね、もつ鍋だと良くないんじゃないのっていう、うん、もつ鍋もいいけどちょっとね、翌朝のこととか。そうっすね。だってここってあのお客様いらっしゃるじゃないですか。そうっすね。なのでおつ鍋してないってなりますよね。昨日やってる、まあ、やってるでね、なんかこういいトークにもなるかもしれないけど、まあ、そうですね、まあまあちょっとさすがにあの良くないかなということで、確かにあのね、なんかあご出しだったらいいですかねみたいな、うん、あで結局何なんだっけこれは。今日はね、なんか醤油鍋ですね。醤油鍋、醤油鍋、お出汁は鶏出汁。美味しそうだね。お、ゆっきじゃんさん、いつもあの YouTube ライブでもコメントくださる方ですけど、はい、クリアソンの料理王ナンバーワンは誰ですか。誰なんですか。まあするね、うん、する。確かに。確かに家に帰ってご家族が作ってくれたりとか、うん、っていうことが多いかもしれない。そうかもしれない。あ、何作ったよみたいな話ないっすもんね。確かに。ちょっと嫌かもしれない。じゃないですか。昨日ねみたいな。そう。スグルがなんかこうハンバーグだったんだよとか言われても、ちょっと嫌かもね。多分共有してないけど、うん、作ってる選手もいそうだし。はいはいはい。スグルとか僕みたいになんかこういう料理の話をなんかそれぞれしてて、何々作ったよってボソボソ言ってるのがたまたま俺らでなんかそういう料理やってそうみたいな、料理やってる人っていう認識をみんなから得てるだけで、
やって言ってないけどやってる人多分いると思うんだよ ね俺あれです。あのうちの選手の50番岡本達也は、うん、ああの朝食を自分で作って家族に、ね、ちゃんと家族に対してあの作ってる、毎日作ってるみたいですね岡本達也は。すごい、もうみ全部野菜なんじゃないかっていうね。まあ僕は岡本家には嫁げないなっていうか、いけないなと思って、ちょっと思っちゃいました。そうだね、うん、そうだね、そう確かに、そうね、すぐ結構好きだもんね、いろんなジャンルのご飯ね。なんかカロリーって美味しいっすよね。カロリーというものが、うんうん、カロリーってなんであんな美味しいんだろうね。わかんないけどね。わかんないけどね。うん、でも、うん、カロリーって好きなんだよね、やっぱ。カロリーって何なんだろうね。カロリーって好きっていけるんだよ。カロリーってすごくないあれ。美味しいもん、ね。うん、カロリー誰がゼロにするんだよって思うよね、本当に。なんでゼロにしてんだよって思うの。もうできてんだ、てか。できたよ、もう。あ、寄せてるけど。うん。寄せてますよ。もうできてる。もうできた、できた。鍋はもう。完成に向かっております、はい、おっとという間に、という間にどうぞ、現在、速報、はい、540名の方、2名増えましたね。ありがとうございます。はい、2名増えまして金額が、469万6000円ですね。すごい、すごいですね。皆さんしっかり入れていただいております、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。これは支援していただいた方の名前とかは読み上げない方がいいですか？いや、もうゴンさん。ゴンさん。はい。ありがとうございます。これいいね。リアルタイムでね、なんかこう、はい、こういう感じに。はい。500万を目標っていう。今日の目標は500万円。はい。じゃあ残すところ。30万円ほどですね。そうですね。おお。頑張りましょう。千葉さん。千葉さん。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すぐる鍋の肉は何ですかって言ってます。はい、今日はね。今日はね。今日は鶏のもも肉と豚バラ肉を今日は2種類用意して、本当はつくねとかも入れたかったんだけど、ちょっと予算が。まだちょっと降りなかったんで、500枚いったら原さんが多分買ってきてくれます。お願いします。あとあれですよ、毎日必ず食べるものありますか、試合前に食べるものありますか。なんかルーティーンみたいな、なんかそのショートの入江さんのところはなんかその手で消すのはやめてもらって。失礼しました。入江、うん、さんここにあるんで、はい。あ、確かに。じゃじゃん。これもうね、あの多分近くまで行っていいのかな。こんな感じの。それこれ大丈夫。もうそれ見せる。いいし。オッケー。あります。こんな。じゃじゃん。鍋ですね。鍋です。鍋でした。ね、確かに何が入ってますか。白菜と、はい、白菜、豆腐と、はい、多分鶏肉と、はい、しめじだけです。これはこれネギか。ネギですね。ネギです、はい、ネギでした。が入ってます。座れ座れと入ってるものを言うだけのね。豚肉も入ってる。そっちは、あ、豚肉も入ってる。すごいじゃん。美味しそうですって。ありがとうございます。うわ、おお。ネギっていうね。ネギ、あ、でも美味しそうかも。え、めちゃくちゃ美味しそうやん。美味しそう。めっちゃ
いや、あの普通にテンション上がっちゃったよ。あのさっきまでこ この格好的にあれなんですけど、ちょっとイベントに出てて。あ、そうなんですね。あのそのまその足でこう帰ってきたんですけど、はいはいはい、あのご飯食べてないんで。お腹空いてるんですか。お腹が空いててテンション上がりました。いや、目キラキラしてました。嬉しい。嬉しいよ。嬉しい。ね、美味しそうっていうコメントめちゃくちゃ来てるよ。ふみ、うん、アップルさん。のしとさんもね、最高だよね。あ、じゃあ振る舞って、うん、振る舞うの好きかも。美味しい美味しいって言ってくれてるのが好きなんだ。あ、好きかもしれない。あ、いいね。確かにエンリッチだね。エンリッチ、エンリッチ、エンリッチだと。玉尾さんからのコメントもね、昨日も家族揃って応援行きました。今日も家族で見ています。クリアソンがいつも家族を集合させてくれています。いや、いいハブですね。いいハブ。クリアソンがいいハブですね。素晴らしい。一番僕たちがやりたいことじゃないですかそれ。嬉しいですね。うん、なんかそうやってね、この鍋を作る会をね。あ、違うか。違うか。違う違う。ちゃんと書いてあるから。あ、今日鍋作る会。あ、違うんだ。すいません、忘れてました。違う違う、それ、ね、はい、ちゃんとこうやって見ていただいてね、感謝を伝えなきゃいけないんですけど、ちょっとまだ今鍋作ってるだけという、すいません、原さんにお任せして。いやいやいや、やってる。俺これまた入ったんだけど。うん、今僕のあの僕もね、あの支援が入るとあのメールが入るように設定してるんですけど、来てるかな。ちょっと今あの井筒くんが頑張ってますけど。あら、はい、なんか速報来ます。これどうだろう。え、あの井筒さんは喋らないスタイルなんだけど。おお、すごい。あの井筒が支援したわけでもないのにめっちゃドヤ顔で出してきましたね今。めちゃくちゃドヤ顔で出してきましたけど。はい、これで、はい、あ、イレサー使ってね。はい、はい、1名。おお、541名。すごい。そして金額が、お、40、470万2000円になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。ご支援いただいたのは、あ、これ箸ないのか、ごめんなさい。あ、ボールペンとカステラのところで、はい。ありがとうございます。カンナさん。カンナさん。ありがとうございます。あの、ご覧いただけてたらね、なんか、はい、私ですというコメントもね、ぜひお待ちしております。聞いていただけると、はい、あ、お箸までご丁寧に、すいません、はい、配信と関係ないところそうそうそう配信と関係ないところであの入ってる可能性は確かにあるので。確かに。あ、ショートさん、いただきます。あ、確かに皆さんで食べましょうね。ショートさん、髪の毛横伸びてる。あ、メンテ足りてないと。あ、確かに。そんななんで結構やっぱ刈り上げてるイメージなのかも。なんかその2週間に1回刈り上げますみたいな。え、違う違う、そんなことないんだけど、うん、確かに最近というか、まあ伸びたねこれ伸びてるんだ。これ伸びましたね。伸びてる状態だ。はい、だいぶ長く伸ばしてるわけじゃないんだけど、うん、伸びちゃってる感じ。それは気合入れとかいいっすね。それは気合入れじゃないんだよ。気持ち足りてないね、それね。この髪伸びたら気持ち足りてないみたいなの、うん、よくないんだよ。多分リクが一番嫌いなやつだから。あ、確かにね。そういう、そう、何の、ね、相関があるんですか。そう。こと言ってきそうだよね。そう。そういうこと。そういうことね。俺結構その表面上で考えちゃってるわ。髪切ろうかなってちょっと思っちゃう。音は大丈夫ですか。これなんか ここの間に多分ね、置きながら喋るぐらいで言ってる。出てます。そう、相関ない、はい、ないよね。カンペ、5つのカンペも冴えてますね。ないよね。相関ないっていうのがバッテリーできました。浅沼選手、サッチンさんから、毎日ストレッチなどはやられていますか。ストレッチは家帰ってシャワー浴びた後に、あのストレッチポールっていう筋膜リリースができる、なんていうんですか、ポールみたいなのがあるんですけど、それをやってからちょっと柔軟は軽くするぐらいですね。自分がやってるのは30分ぐらいですね。じゃあ風呂入って夜寝る間とか間に、
あら、デレン。あら、すいません。はい。ありがとうございます。速報入りましたね。速報入りました。はい。なんか一気に2、3件入るとかじゃなくて1ずつやっていくんですか。あ、もうそれはもうだってお一人お一人こうね支援していただいてるんで。いや、ありがとうございます。542名の皆様にご支援をいただいていることになりました。はい、そしてすごいっすよ。470万5000円。いやー、もう来てますね。470万、すごいっすよ。原さん、ちょっと食べてもらっていいっすよ。いや、逆にショートがまず食べて食レポをしてもらって。あのね、これ良くないな。良くないかな。順番これ。これ試されてるの最初。そう。だよね。うん、あ、北条さん。お、北条さん。あの、多分漢字かな？が、あれか、はい、なんて多分北条さんという方から。ありがとうございます。方から。じゃあいただきます。はい。いいよ、マイクは持ってくれ。これ。なんか ASMR みたいになっちゃうけど。美味しいっす。あと優しい、優しい味が、なんか醤油ベースだから、うん、あっさりで、うん、これ卵入れて、うん、お米入れたらすごい合いそうな味してる。すごいこと言うね。それね、すぐるくん、すごいこと言う。はい、後で楽しみに待っとけよ。まさか準備してんだ。でも美味しい、本当に美味しい、美味しいです。ちょ、原さん、なんかちょっと良くないけどね、この下り。あ、皆さんそれぞれおすすめのリターンをお話ししてくださいって。お、幸子さんからいただきます。おすすめのリターンを入れてくれるってことじゃないですか。それはそれどうすよね。うん、おいしい、おいしい、おいしい、またおいしいだ。おいしい、原さんのおいしいが一番嬉しい。めちゃくちゃおいしいわ。あとね、優しい。わかります。うん、優しい。うん、かぶってんだよな。いや、そんなコメントできないからね。普通に普通にできないけど、おいしいっすね。あ、でもめちゃくちゃおいしい。おいしいっす。うん、なんかこれ、なんかお鍋スタグルはあの大美香さんからいただいてますけど、あのお鍋スタグルはスグルさんコラボメニューがいいですねっていうことで、これなんかスタグルとかで出してもなんか、え、まさにこういう感じで食べれるじゃない。どうなんですかね。なんかめちゃくちゃいいなって。これからの時期とかすごいいいんじゃない。確かにね、あったかいのさ、寒くなるしね。そうだね、昨日芋煮が、あ、昨日芋煮ありましたね。ちょっとカレーとかね、コラボりたいっすね。なんかもうコラボメニューはなんかショートが唐揚げ、うん、唐揚げもやったし、 あとスープストックさんとかやったりとか、うん、あ、そう、スープストックさんは、うん、あのコラボメニューっていうか、あのおすすめのカレーを、うん、あの自分と11番の伊勢太一があのスープストックさんの本社にお邪魔して、うん、あの試食会みたいなのをして、うん、本当に8種類かな、8種類9種類ぐらいのカレーを食べて、じゃあこれとこれが僕は美味しかったですみたいな感じで、でその美味しかったやつをあのスタグルとしてあの販売させていただいたって感じですね。はい、今お鍋とかはスタグルはないのかな。今そう、昨日は唐揚げとタコスだっけ、あ、違う、なんだっけ、うん、タコスもあった、あった、タコスと芋煮とかカレーとか、うん、なんだっけ、ホットドッグみたいな、あれね、なんかいっぱいありましたよね。でもあれは毎試合変わるんですかね。まあ毎試合出ていただいているところもあれば、そのタイミングでこう、そうですよね、はい、出店いただくところもあるんで、そこちょっと鍋コラボありですね。うん、あり、あ、本当だ。なんすか、あのホワイトボードの新宿、U が抜けてます。ジェイク、新ジェイク、クリアソン新ジェイクになってますね。
いやよく気づいてますね。いや聞いてくれてる。あ、昨日お越しいただいた方からもありますよ。あの芋煮は素直に美味しかった。ケバブが美味しかったです。あ、そして541人目の先ほどね、はい、ご支援いただいたカンナさんからコメントいただきました。お、見ていただいてます、昨日初めてスタジアム行きました。お、勇気出して行ってみてよかったです。楽しかったですと。嬉しい、最高。一番嬉しいっす、ね、めちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。これは嬉しいんじゃないですか。それすごい嬉しいですね、うん、そうやって言っていただいて、このだって昨日試合見てで、この YouTube ライブを見てもらってっていうことですもんね。カナさん多分そういうことですよね。いやめちゃくちゃ嬉しいですね。いやすごい。そう、あのガッくんが指摘、はい、えクリアソンのあのインターンのね、大谷ガッくん、大谷ガッくんがあの J のこの優が抜けてるということに気づいた。さすがですね。はい、浅沼選手、一番仲がいい選手は誰ですか。誰、一番仲いい選手、なんか基本的にみんな仕事してサッカーしてってところでプライベートそんな合わないんですよね。あ、うん、仕事でよく一緒になるの。ああ仕事で一緒になるのは本当鈴木翔太が一番多いですね。あ、何関連で多いの仕事でいうと、ファンクラブ の、うん、あの運営とかで一緒にこうなってな、どういうものがいいかっていうのを考えたりとか、うん、まあ、あとはあのパートナー企業様に向けて、うん、ランチ会であったりとかそういうイベントの企画とか、うん、その実施をよく2人とかでやってるので、はい、一緒にいること多いですね。ショートとは同級生なんで。確かに、はい、同い年か、はい、同い年なんで。そしておデレン来ました。543名の、はい、支援者の方が、はい、3人目のお名前はゆかさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい金額も170万8000円になりました。ありがとうございます。ゆかさんですね、はい、すごい。ここであのお二人のおすすめのプランを教えてもらっていいですか。はい、そうですね、僕はやっぱりあの個人的に楽しみなのが、うん、文明堂さんとのやっぱカステラ、はいはいはい、カステラね、あれがやっぱりなんかどういう、まあ、マスコットの形もそうですけど、うん、どういったものになるのかっていうのがすごい楽しみですし、うん、はい、食べてみたいっていう、はいはいはい、はい、オリジナルの、まあ、プリントじゃないですけど、そうですね、施したカステラになりますんで、はい、そうですそうです、すごい楽しみです。はいはい、すぐるは、はい、自分は本当だったらマスコット T シャツがすごいおすすめだなって、まあ、まだそのどういうものか分かんないんですけど、うん、おすすめだったんですけど、今あの何でしたっけ、支援数が、うん、あのいっぱいになってしまって、あのそれ単体ではあのご応募、そう、ご支援か、ご支援していただけない状態になってしまったので、はい、あのそれ T シャツも入っているグッズ、マスコットグッズの詰め合わせはすごいこう皆様にあの手に入れていただきたいなっていう思っております。多分 T シャツもあのこのクラウドファンディングでご支援していただいた限定のものになるので、その今回の、支援していただいた方にしか、手に入れていただけないものとなりますので、そこはグッズ詰め合わせで、はいはい、しっかりそのシャツをクリアさんとしてグッズの商品化するみたいなのはもうないんだ。もうないと言っていました。このタイミングしかない、はい、ぜひ手に入れてほしいですね、はい、いいね、はい、欲しいね、そう欲しいね、欲しい、うん、あ、99
チベタンさんですかね。お名前どっかで見たことあるかもしれないな。今クラファン入れると名前入りで発表入るのか。お、よくぞ言っていただきました。はい、今入れていただくと、はい、あのお名前を、はい、発表させていただきますんで、エリモダテオさんいつもありがとうございます。昨日は現地で対戦相手のコーチのサポさんとコミュニケーションすることができたのですが、スタグルのトリッコさんの唐揚げが美味しくてビールが進むと話されてましたということで。美味しいですもん ね、 ね、しかもなんかその対戦相手のサポーターさんとこうなんかコミュニケーション取れるとかも、うん、なんかそのサッカーの素晴らしさじゃないけど、ね、うん、本来なんかこう敵っていう言い方も変ですけど、はいはいはい、その垣根を越えて試合後なんかそうやってお話しされたりとか、うん、なんかそういうのがスタジアムで行われてるっていうのってめちゃくちゃいいな、うん、スポーツの価値だなってめっちゃ感じますよね。うん、そうですよね、はい、思いますね。なんか J1 クラブでなんか区切られて、うん、こっからここはいけませんみたいなのあるじゃないですか。あ、はいはいはい、なんかそれ最初それそんなのあるんだって知らなくて、うん、わそんななんか別々でやんないとダメなのかなって思ったんですけど、うん、なんかそれがありあってこそなんかそのなんていうんですか柵で交流行われるみたいな、なんかそこのサポーターしか買えないスタグルがあって、うん、そのサポーターの方になんかと知り合いだと頼んで買ってきてもらってその柵で交流するみたいなのもあって、なんかそうそう最初なんかそれはマイナス的なイメージだったけど、うん、なんかそういう交流の仕方もあるのかと思うとちょっといいなって思いました、ね、ある意味こう制限があることで生まれる交流ってことですね。そうそうそう、あ、なるほど、確かにそれは面白いかも、すごい。あ、私たちもカステラ選びました、楽しみです、サッチーさん、はい、あ、マスコットのねラフイラストでも見れると嬉しいですねということで、これはもう絶賛あのね、どういう風なマスコットに誕生してもらうのかというのはね、あの我々がはスタグルの密輸って言うんだそれそうやって、そうそうそう、それそれスタメシ密輸、スタグル密輸、それいいっすよね。そうなんだ、これ密輸っていうのがあるんだ、うん、そうなんですよ、ちょっとお願いしますっつって、いいっすねそれ。そうなんだ。パパケンマナーさん、 T シャツ終わってしまってました、遅すぎました、申し訳ないです、ボールペンにしました、汗ということで、もう申し訳ないのはもうこちらこちらですね、本当に、むしろボールペンでしていただいてね、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。密輸はすごい、なんか沙織さんも言ってますよ、密輸しますよねそうなんだ、ね、J リーグのサポーター会だとやっぱ有名なんですかね、そのサポさん同士の交流の際のね、うん、そうなのかもしれないですね。そういいっすよね、そのマイク持ってると食べれないね、なんかこれ置いといて、なんかどうなんだろう、音拾えるのかな、ちょっと置いてみましょうか、一旦ここの間に置いておいて、これで喋ってなんかこういい感じになるかどうかっていうのは、もうこれでよければもうこれで拾えると思うし、うん、ね、食べてみますか、自分も、確かに自分のやつ食べてみてください、はい、うん、うまちょっとだけ変わったんだね、ちょっと文字数減らしたんだうま、文字数の制限がね、うん、あるんでね、うん、やっぱ鍋ね、やっぱあれなんですよ、こうやってみんなで話しながら、うん、鍋するのめっちゃよくないですか、うん、確かに、おいへおいへいへ、なんか学生の頃めちゃくちゃやりませんでした、うん、本当にねそれ楽しくてやってましたね、誰かとか、いいな、え、そういう生活じゃなかったんですか、うそういうのじゃなかった寮なんだっけ、はい、あ、そっか、え、あれだっけ、あの夜中抜け出して、うん、バイクで走ってみたいなやつ、うん、音だっけ、そんなことできないのよ、あ、中学校まで、うん、違う、そんなヤンキーじゃないからやめて、違う違う、そんなヤンキーじゃないのよ、ギリやってないよね、はい、中学生がバイク乗ってるみたいな、結構違いますよ、あの八王子の方にもとどろいてたよ、違う違う、やめて、だいぶ広範囲だから、埼玉の鈴木翔太、やめてやめて、
見てるからいっぱい坂戸方面のっていう。よくないんだよ。いいね、でも友達と鍋できたりとか。うん、なえ、本当にできなかったんだ。うん、それ大学の時に、うん、あ、高校もか。高校も大学も寮だからね。そっか、高校も寮なのか。そうです、そうです。はい。そっか。え、なんか、その、みんなでバーベキューとかある？そういうのもない。そのだから、オフの日とか。あ、その、だからチーム、高校とか大学でやってないんだ。ああ、あんまりないね。うん、基本は、うん、しかも、まあ、先輩と一緒とかになってもなんか本来の焼肉じゃない味しそうだし緊張しちゃってそれぐらいやっぱあれはこう、はい、上下関係というか、いや、まあ、結構あのしっかり教育してもらいました。ああ、はい、そうか、まあ、そういう縦社会だとかもやっぱね、はい、体育会だとあるからね。そうですね。そっか、はい、鍛えてもらいましたねあ、声拾えてますよって。お、よかったお疲れ様です。翔太さん、すぐるさんがマスコットキャラクターを決められるのであれば取り入れたいモチーフやこだわりはありますか？お二人は絵は得意ですか？どうですか翔太さん。それはもうどうでしょう、モチーフ、うん、どんなもちろんだ、まあ、自分は、うん、結構いろんなチームにいて、いろんなマスコットと出会あの触れ合う経験とかあって、うん、なんか本当に、まあ、本当人と人とつなげるなって本当に感じてて、うん、それこそ本当最近、土曜日かな、土曜日もあのちょうど渋谷バスケの渋谷サンロッカーズと長崎ベルカの試合があって、はいはい、あのそこで、あの外にあの渋谷サンロッカーズのマスコットキャラクターのサンディ君っていうキャラクターがいるんですけど、うん、そいつがもうちょっといたずら好きな子で、うん、あの外の普通に歩いてる人に向かってシャボン玉めっちゃ出る機械ですか、ね、はいはいはい、わーみたいな、うん、それにめっちゃみんな人集まって、で通りがかる多分バスケ見に来てない人もちょっと止まるみたいな感じの、うん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 、あの反応で、うん、その反応止まってくれて、それでバスケ見に行こうかなってその人たちが思ってくれたりとかしそうだなってめっちゃ思ってたんで、はいはいはい、なんかそういうなんか触れ合えるものができたら最高だなって思う、はいはい、今は自分の中では思っていますね、うん、はい、うんうん、そう、めっちゃ可愛かった。 J リーグの時とかでもさ、やっぱなんか自分のクラブのマスコットと所属してたチームのマスコットキャラクターとかがなんかこう子供の子供お子さんたちと一緒にこう遊んでる姿とかってさ、すごいなんかこう子供たちも笑顔じゃん、うん、でそのイベントにもこう一緒に来てくれたりとか、うん、その中でなんかこう僕はなんか熊本いた時、その勝っても負けても一緒にゴール裏にロアスト君がいたり、はいはいはい、なんかそれで苦楽を本当に共にしてるなみたいなところまでなんかこう一緒にマスコットと歩んできてるみたいな、うん、そういうなんか、ね、なんか一緒に本当戦ってるもそうだし、なんかお子さんたちにも人気だしっていう、なんかなくてはならないなんかこう存在だったから、うん、できるのが本当になんか嬉しいっていうか、なんか本当クラブを象徴するものみたいなイメージがすごいあったかなっていう感じですね。誕生するっていうフェーズは、ね、一生に一度というか、そうクラブの歴史の中でも多分、うん、ほとんどない、ね、うん、2回目とかってあるのかなっていうレベルの話だから、うん、そこに携われるってすごい幸せだなって自分は感じていて、うん、あの今回もあのマスコットのクラウドファンディングの、ま、リーダー的なところをやらせていただいたんですけど、うん、本当に充実してこうやってご支援いただいて、うん、達成したからももちろんそうなんですけど、本当に楽しみだなっていうところもありますし、うん、クリアソンだとそれこそ選手が仕事しながらいろんな地域イベントとかに参加しながらだと思うので、うん、本当に距離も選手とも 近くなりますし、うん、本当にそのつなぐっていう意味でもハブになってくれる、本当にクリアソンが体現したい
ところがマスコットに詰まってるなって本当に思うので、うん、そういうマスコットを作りたいですね。作るというか皆さんと育て上げていきたいですね、うんうん、はい、確かに。なんかそれこそ皆さんとの、 あの交流の場に、ね、マスコットがこう来てくれたりとかっていう風になると思う、なおさらなんか盛り上がりそうですね、うん、そうですね。なんかこの前 の、 あの、ね、パートナー企業の皆さんとのこう交流会のクイズ大会とかめちゃくちゃ盛り上がったもんね。あれおかわり、あ、おかわりおかわりをおかわり待ってください、はい、ちょっとおかわりあのご所望なんか待ってください。2人に今聞いてます。今日は3名の裏方の方たちがね、一緒に演じていただいてるんで。みつくんさん、こんばんは。べのさぽです。クラファンは何時までですか？友達が東京に住んでるので、今度誘って山口から見に行きます。おお、山口では J リーグのボランティアもしてますとのこと。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりレノファのサポーター、はい、レノファサポーターとか結構いますもんね。クリアソンにもレノファだった。確かに。そうですね。3名ほど。大崎、瀬川、沢井。沢井、うん、何時までですか？はい。23時まで。お、23時まで。もうまだ時間ありますね。今21時半。あと1時間半ぐらいあるということなので。まあ、テーマそうなんでね。すぐ。確かに。だってもう1時間経ったってこと？はい、あ、早いな。早くないですか？早い早い。アナさん来てからなんかすげえ時間すごい早くなった気する。分かってしまった、はい、気づいてしまいました、はい、本当にそうなんですよ。そんなことはないんですがね、うん、早い、やっぱね、早いよね、うん、やっぱ鍋にね、おっ、あ、おっとおっとおっとどういうなんか盛り上げ方びっくりしちゃうよ、はい、やっぱり、はい、新たなご支援が入りました。やったね。544名目はい、これで478万3000円と支援総額がなりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おっと、おっと、おっと、なんか井筒くんが慌ただしくなっています。何やら書いているぞ。井筒くんはイレーサー使えないんですね。あ、使ってますね。あ、使ってますね。よかったよかった。あ、みんなでね、食べれる。おおおおおお、先ほどのご支援の方は、竹島さん、竹島さん、はい、ありがとうございます。そして545名目5人目の方、はい、支援総額が、あれ、これ一気に1万円増えて、ありがとうございます。1万円ご支援いただいたのかな。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。1万円のご支援ということで、ありがとうございます。では、しょうちゃんさんですかね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、やっぱスグルグのマスコットクラファンリーダーとしてのやっぱあのコメントが、ね、響いてるのかもしれないね。よかったかもしれない。嬉しいかもしれない。確かにね。どうぞ、いきますか。もうん、ちょっと待って。ノシトさん、マスコットは伊豆がうなずいている。あの伊豆が美味しいみたい。おお、美味しい。あの伊豆も美味しいしか言えない。美味しい。そういう言葉にはね、結構気使ってるタイプの男ですが、美味しい、はい、美味しいしか言えていません。見た目もですが性格も大事ですよね。確かにね、本当にどんなキャラクターのマスコットに来てもらうとね、うん、
スむずいな。ね。いろんな J リーグは本当にいろんなキャラクターのマスコットがね。うん。いるけど。いやでもそのマスコットキャラの、うん、あの生い立ちとか性格、うん、みたいなところが今絶賛考えてるところなんですけど、うん、それをあのまとめたストーリーブックっていうのをあのご支援いただいた皆様に、うん、あのプレゼント、はい、一緒に支援させてあのリターンとしてつけますので、多分他のクラブとかはそういう生い立ちとかってあんまり、あそこまではそう、しかも選手とかもね、うん、全然知らない。ああ、そうだね、確かに。そういった意味でなんかそのすごい愛着が湧きやすくなると思うので、うん、ぜひまだご支援していただけてない方はご支援していただいて、このストーリーブックも、うん、この今回のクラウドファンディングにご支援していただいた方のみ限定のものとなりますので、はい、クラウドファンディングのみなのか。そうなんですよ、うん、そういう商品が結構多いので、ぜひぜひぜひですね、本当にですね。質問にお答えいただきありがとうございます。すぐるさん、はい、触れ合えるものとっても素敵ですね。翔太さん、一緒に戦う子供に好かれる素敵ですということで、うんうん、昨日の試合にお越しいただいた方もね、結構いる。翔太さん、昨日の試合も熱い、熱すぎるでした。ありがとうございます。頑張ります。ね。ね。はい。本当に。すいません。いや、すいませんではないけど。残りね、4試合です。4試合。はい。そうです、そうです。どんな感じだったんですか、練習は。今日は、今日はもう、昨日試合出てたメンバーは、うん、リカバリートレーニングして、はいはい、で、試合出てないメンバー中心に、うん、ゲーム形式のトレーニングだったりしたんですけど、はいはい、もう、バチバチに、うん、今日からやったんで、うん、結構激しかったよね。そうですね、やっぱり、試合に出てないメンバーがどれだけね、突き上げてやって、うん、こういけるかみたいなところもやっぱ大事だと思うんで、はいはい、そうですね、自分もこれから頑張ってそこに食い込みたいですね、うん、はい、そうか。どうでしたか、昨日の試合は。まあ結果はね、皆さんご存知の通り、まあ、残念な結果ではあったんですけど、うん、まさに振り返り、選手目線で。そうですね、その試合後に、うん、今日の試合で、スタメンが誰々で、サブのメンバーが誰々 で、うん、で交代が何分に行われてとか、はいはい、あとシュートを何本誰々が打ってとか、うんうん、フリーキックが何本、コーナーキックが何本あってっていう、そのいわゆる公式記録と呼ばれるものが試合後出されるんですけど、はい、そこでシュート数が17本対4本っていう、クリアソンが17本打ったっていう、うん、で、まあ、コーチさんは4本だったんですけど、うん、まあ、やっぱりそれでも、まあ、点を奪えなかった、うん、逆にコーチさんはやっぱり4本でも1点決めてきたっていう、まあ、そこのなんかこうやり合いみたいなところは、うん、まあ、4本に抑えたって言えるのか、うん、それとも4本打たれてしまったと捉えるかは、うん、やっぱゼロにする、うん、もうなんか難しいのは分かってますけど、うん、もうやっぱり完璧を追い求めるのであれば、本当にゼロであればあるほど、ゼロに近ければ近いほどやっぱり失点するパーセンテージは低くなりますし、その辺はやっぱりその守備で出てる、出させてもらってる側としては求めていきたいなっていうのは改めて感じましたし、逆になんか昨日の試合では前線の選手がシュートを打ったシーンも結構あの会場とか YouTube で見てた方々はそんなシーンが多かったのかなっていう風に見られてるかもしれないですけど、意外とディフェンスの選手も結構シュート打ってて、はいはいはい、だからフォワードだけじゃなくてやっぱり得点できないのってやっぱチーム全体の問題だなっていうのも思うんで、うんうん、あそこでやっぱ誰がヒーローになれるかとかは、
前線の選手が点取れなかったじゃなくて後ろの選手が点取って守れれば、それがやっぱりチームの勝利とかにつながっていけるので、後ろの選手のやっぱり得点するなんかこうセットプレーで入っていく気概とか、なんかそういうのも今週1週間でまたなんかこう構築して、今週は試合がないので、その次の試合に向けて、はい、もう一回なんかこう積み上げていきたいなみたいなのが今終わった段階の感想ではあります、ね、確かにシュート数でいうともう米原なんて3、4本打ってると思ってるし、ショートも、ね、そうですね、僕も1本打ったんで、17本中もうね、5、6、7本ぐらいは、はい、ディフェンスの選手が絡んでいるというところもあれば、はい、そこで決めきれたかなっていうところもね、はい、決めきれるか決めきれないかが、はい、そういうのを分けたかもしれない。そうですね、まあ、やってる感覚的には、なんかこう、まあ、前半とかもそんなに悪い内容じゃなかったかなっていう感覚もありましたし、ただこう結果がついてこないっていうのは、まあ、結果が全てと言われるなんかこうスポーツの世界ではない、まあ、そんな感じですけど、勝つとなんかこうもっと広げる輪が大きくなるなっていうのはやっぱり実際プレーして感じるんで、結果に乗せてこう自分たちの思いを届けれるというか、広げれる輪がマジで広がるんで、だから勝ちたいなっていうのはすごい感じますよね。やっぱ見てる人たちも多分心苦しい、悔しいっていう感じがね、試合をここ試合やっぱり知ってるし、なんか昨日はあの三学協定か連携かなんかで、コスプレイヤーの方々が試合に来場してくださってたじゃないですか、あの方々もほとんどそのサッカーの試合を見るのが初めてだったり、クリアソンの試合を見るのが初めてみたいな方々だったと思うんで、なんかそういった方々にも多分結果が違ったらまたなんかこう広がり方も違ってっていうのが、そういうなんか背景にある人たちのために勝利届けたいなっていう気持ちがやっぱり強いですね。確かになんか昨日もね、700人、800人近くの方にお越しいただいて、まあそれぞれのね、なんかこうストーリーみたいなのがあって、初めての人もいればもう全試合来てますみたいな人もね、いるけど、まあ、共通してやっぱりね、この勝つみたいなところで届けられるものってあるかもしれないですね。そうですね、そんな中、あら、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ご支援追加で入りました。ありがとうございます。そんな中、なんとうどんもできたんですか。あ、うどんもできた。うどん食べます。うどんも食べましょうか。はい、皆さん。そして、546人目。472万。6000円なりました。ありがとうございます。支援者はともみさん、はい、はい、ともみさん、ありがとうございます。うどんは見せなくていいのか、うどんは見せなくていいんじゃない、うどんは見せなくていいのか、いいのか、うどん見せてもうどんですしか言えないそうかどうなんだろうね、うどんは美味しいのか。美味しいでしょ、うどんは美味しいか。うどんだって。そっか。うどん食べたことないの？食べたことあるんだけどさ。うん。うどん鍋にうどんの雑炊？何派ですか？ああ、最後の締めみたいなところ。締め。もつ鍋だったらちゃんと思うんだ。ああ、そうなんだ。うん、そうですね。原さん出身は福岡ですよね。まあ、九州、宮崎と福岡。九州ですよね。は。鍋の後締めとか何なんですか。でもどうなんだろう、鍋で言うとそれこそ水炊きと、あ、あのもつ鍋が、そっかそっかそっか、多いけど締めっていうと何なんだろう。確かにちゃんぽん麺、ちゃんぽん麺ですかね。やっぱもつ鍋だとなんかそんなイメージですね。なんかよくちゃん麺って言って、なんか食べてた記憶もあるから、確かに九州の文化なのかな。なんかあんまないんじゃない、関東でちゃんぽん麺食べるね、鍋の後ちゃんぽん麺入れるってなくない？もつ鍋とかでしょ？うどんか米か、ね、確かにそうだよね。確かあんまないかもね。もつ鍋だとだってもうちゃんぽん麺が一番
出てるんですか、お店では。いや、もちろんですよ。あ、そう。そうだ。なんか、ちゃんぽん麺もいろいろ種類ありますよね、多分。どういうこと？太さとか。多分、生麺とちょっと違うんですよね、ちゃんぽん麺って。あ、そうなんだ。そうなんだ。はい。だから、なんで、ちゃんぽん麺だとちょっと、なんていうんですかね、もっちり感はちょっとなくなるかもしれないですね。へぇー。もっちり感？なんていうんですか、生麺ってもちもちしてますよね。ああ、はい、はい、はい。なるほど。ラーメンとかでも。はい、はい、はい。なんかそういう感じじゃなくて、なんか、なんていうんですかね、ちょっと食感の近い。わかるかも。わかります、ね、なんか、あの、弾力性っていうより、なんかこう、歯切れはいい。あ、そうそう、だから、切れる。もう、ちょっと柔らかいぐらい。はい、はい、はい。そうなんですよ。長崎ちゃんぽんとかも、そんな感じ。そうだ、長崎の時、食べてたね。めちゃくちゃ食べてて、うん、結構、確かに。ほとんどの店は柔らかいちゃんぽん麺、うん、多分野菜と一緒にこう煮込む感じ、煮る感じが多いんで、はいはいはい、柔らかかったですね。なんか今見てもいただいてる皆さんはおそらくなんか関東の方が多いのかなと思うんで、はい、なんかちゃんぽん麺ってね、どうなんだろうね、食べたことあるのかな、みんな。え、でもリンガーハットとか言ってんじゃないの？それは違うか。リンガーハットでも。リンガーハット関東住んでてさ、うん、行ってみようってなんのかな。え、なるでしょ。なる。ああ。これ。ずっとやるからこれ。はい。ありがとうございます。547人目の。はい。だからご支援いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、え、あ、お、お、え、これ、ちょっと、タグされないかも、ケタの。これ、だから。おぉ、ね、はい、473万6000円。お、1万円のご支援。1万円のご支援、ありがとうございます。ありがとうございます。これは、SLSH さんでいいんですかね。はい。3でも読めなかったら読めないですね。いやいやいや、僕らはあの技術のこうね、文字の質にかかってる。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 SLHSH さん、うどんは取りに来ないみたいですね。はい、行きましょう。来た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 、どんどんうどんもね、はい、食べたい人がどんどんすごいな。翔太さんがボールの空気を気にしてらっしゃったのを見ていました。お、空気、確かになんか両チームの選手気にしてたけど、あ、そうそうそう、ちょっとなんか緩いボールがあったと。はい、相手チームもちょっと気にしててっていうシーンが、うん、すごい、ね、っていうかよくこれですね、うん、見てくださってるというか、ね、はい、ボールはあれ何、どういう、あれ何気圧って言うんだろう。1000気圧だったの、何だ一応なんかその空気圧を測る、うん、あるよね、はい、空気入れと同時にこの、そうです、そうです、のその標準のこの気圧になってるかっていう、はい、なんか見てんぞみたいな。あ、あれ、え、え、え、あ、すごい、え、すごい、ちょっと待ってって言ってる。すごい連続のご支援が入ってるかもしれない。 お二人入りました。548人目と9人目の2人の方がありがとうございます。支援いただきました、ありがとうございます。これで476万、お、6000円、すごい、ありがとうございます。ね、1万、ね、お二人で3万円入ったってことか。すごい、すごい。お名前は今書いてくれてます。すごいな。バーサルさんとカモさん、あのカモさんですね。カモさんはカモさんです、ね、ありがとうございます。どうすか、うまいんだ。うまい、入りました。あ、うまい。うまいんだ。いただきます。
原さん、うどんいいですか？あ、うどんください。あ、ある？ありますよ。あ、あれば。あ、お肉と。生麺のうどんだと、さぬき系のコシのあるのより九州のやわふわ系になるよね。確かに。うどんがね、九州だとあの、やわ麺なんですよね。ね、だからなんか、あの、さぬきうどんも良ければ、あの、どっちかっていうとこう、ホロホロしたうどんが自分は馴染みがあったりとかしますけど、はい。確かに、うどんはめちゃくちゃ食べてきましたね。歯が見たので。ああ、そっか。北九州のスケさんうどん知ってますか？うん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 、あ、ちょうど北九州だから知ってると思うんですけど、うんうん、あそこのうどん、あ、結構な炎上時間とかも長くてね、うんうん、夜中とか行っちゃうよね。行ってもいいんだ。なるほど。夜中行っちゃうんだ。夜中にうどん食べちゃうんだ。罪悪感、行っちゃうんだよね、なんか吸い寄せられる。おはぎとかも有名なんですよ、うん、あ、おはぎ、夜中に食べちゃうんだ。うどん食ってからファミリー。よくないね。とかね。本当にカロリーだね。そう、あとは薪のうどんとかね。薪のうどん。有名ですね。福岡では。全然違いますね。確かに讃岐うどんと九州のうどんが。長崎でも結構讃岐うどんの美味しい店はいっぱいありましたね。うん。よく行ってましたね。そうか、長崎もそうだね。ちゃんぽんも有名だった。ラーメン屋は少なかったですね。そうか、うん、もう試合の振り返りもコメントありますよ。もったいないっていう印象でした。大量得点で勝利してもしていてもおかしくなかった試合展開だったと思います。なので選手たちも一層悔しかったんじゃないかと思います。はい、そうですよね。まさにですね、うん、試合が動いてればね、うん、話は違ったかもっていう。そうですね。これでもあるんですか、これは。そうですね、先制点がかなり大事だなっていうのは最近特に感じますね。うん、だからこそチャンスがあった分決めたかったし、うん、まあ、それなりの内容だったなっていうのをなんかこう感じれたゲームではあったんで、うん、なんとかこう結果につなげたかったなっていうのはやっぱり強い分悔しさも強いですね。うんうん、なるほど。はい、なんかだからこう、まあ、やっぱり昨日の今日だったんで、うん、なんかちょっとなんか落ち込んでるじゃないですけど、うん、なんかどういうテンション感でこうグラウンドでピッチで練習始まるのかなっていうのだったんですけど、はいはいはい、やっぱみんななんかその辺本当になんかクリアさんすごいなって思って、うん、今日もなんかこうちゃんとみんな切り替えてもう今日からもうバシッと行こうっていう、うんうん、みんなでこうなんていうんですかね、こうもう一回やっていこうっていうのを共有し合ってまずミーティングで、うんうん、でそこからもう結構激しいトレーニングみんなでして、次に向かっていこうみたいな気持ちは、うん、今日のトレーニングからも始まってる感じがあるんで、でもなんかまあね、それこそ昨日の今日でさ、うん、まあ一人で なんていうのこう切り替えなきゃとは思うと思うんだけど、うん、なんか難しいんじゃないのって思うんだけど、え、実際どうその2人としては、うん、なんかその結果踏まえてのなんか、ね、要は昨日から今日に至るまでの、うん、なんかこうどういう心境の変化だったのかとか、うん、変化あったのかとか、どうなんだろう。そうですね、なんか、なんかちょっといやらしく聞こえちゃうかもしれないですけど、うん、僕は結構なんかその家で、うん、あの妻とそういう話してさせてもらってるっていうのが結構切り替えれる、一、はいはい、人だったら結構難しいって思うことが増えました。なるほど。考えすぎちゃうタイプなんですよ、はいはいはい、試合もで結構切り替えとかも長くかかっちゃうタイプで、はいはいはい、いやあのシーンこうできたなとか、うん、ずっと家で考えてる感じなんですけど、うんうん、でもそれがなんかこうこうやっぱり人とコミュニケーション取ることとか、うん、なんか こうだったねああだったねみたいな話を、うん、まあ、一方的にしてるんですけど、はいはいはい、っていうのでなんかもうまた明日からも、まあ、切り替えてやるしかないなっていう気持ちにさせてもらえてるみたいなのは結構あるかもしれない。話すことで、ね、そうそれ結構あるかなって思うんですよね、最近は。
すぐ君は。そうですね、僕も奥さんに話を。違う。違う。違うですか。だとしたら聞いてない。違う、ね、結婚しませんでした。聞いてない、結婚してないもんね。そう、話す人いませんでした。あ、いなかった。家で両親に。両親に。そうだね。そうですね、確かに誰かに話すあるかな。でもすぐ、まあ俺もそうですけど、すぐるの方がよりなんかこう失点を直に感じるじゃないけど、まあディフェンスとキーパーっていうので、はいはいはい、直に感じるのはあるんですけど、俺よりもっとなんかこう強く感じると思いやすいポジションなんで、なんかその辺どうなんだろうっていうのは俺も気になる。結構どうなんだろう。まあ、試合何ていうの、試合の日にすぐ考えるとそれこそ眠れないとか、なんかずっと映像を見てあこうできたなとか思っちゃうから、その日は逆にもう忘れようって思っちゃってて。あんまじゃあ映像をその日帰って見るみたいなのは次の日に持ってくんだ。絶対次の日にする。落ち着いた時というか。そう、なるほどね。そのちょっと帰りとかに見ちゃうとなんかもうあーってなんかすごいもう反省とかぐわーって思っちゃうから。あ、なるほどね。その日ちょっと寝れなくなったりとかしちゃうから、あえて、まあ、その日はまあご飯、美味しいご飯食べて、であとはもう切り替えて 寝れるように頑張って寝れるようにして、で次の日になんか練習行ったりするときとかに、まあ、ちょっと映像見ながらグラウンドに行ったりとかして考えたりするかな。それが多いかもしれないですね。リックとかのも気になるっすもんね、俺は。あ、確かに井筒先生のね。そう、井筒先生のこう今戻ってきたんでね、ちょっと聞いてみたいですけど、リクやなんで無視してます。全部聞いてたけど。聞いてたでしょ。そういうなんか昨日の、まあ、試合みたいなね、こう、まあ、負けとか、まあ、自分の例えばプレーが良くなかったとか、まあ、そういう風なところをなんかこういわゆるこう切り替えたりだとか、次に向かってのこうマインドをどう持っていくのか。ショートは奥さんと喋ったりだとか、まあ、スグルはあえてその当日には見ないとか。井筒はマジ質問。そうマジ質問。これは皆さん聞きたいんじゃないですか。そう、マイクを持っていきますか。気になるよね。すいません、前を。すいません。うまくいかなかった時、そう、もう負けた日とか、どう次に切り替えて進んでいくのかみたいな。もう忘れた。いやでも負けるよりもなんか楽しめなかったなみたいな方が僕は結構良くないと思うんで、いや負けるのはやっぱ相手強かったりとか、ね、こう相手次第みたいなところあるじゃないですか、ね、相手次第、環境次第みたいな。でも楽しめなかったっていうのは結構自分の中で解決できる問題だから、もっとこういうところに目を向けようとか、もっとこういう風に味方とコミュニケーション取ろうみたいなので、そっちに目向けますかね。すいません、ちょっと達観した感じになってて、すいません。いやいや、でもね、いや、すごいね、勉強になる。失礼します。投げ銭したい。あれね、あれだよね、こう自分のコントロールできるところにこう、ね、目線を向けるっていう、置いてる感じね、楽しかもしれないね。そんなに弟子に入りました。ああ、弟子に入りました。そんなにいいんで。そんなんいいんで、リクのそれに入ったでしょ。そんなんはいいんで。すごいよね。あのカメラの向こうには、あの井筒という人間もおりまして、おととしまでクリアソン新宿でキャプテンを、はい、選手としてやっておりまして、今は広報とかね、そういったところで。あ、いっぱい入ってる。やばいやばい。あ、そんな井筒が今テンパっています。おお、おお、おお、すごいです。552名の方、3名増えた。いや、
ね。そして支援総額はすごいな、478万4000円。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい嬉しい。3名の方のお名前もね、サオさんとミナさん、サオさん、ミナさん、そしてもう一方がタクソン5、ファイブさん、タクソン5さんね、ジャクソン5ならぬ、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、昨日、うん、飲水タイムなかったんですよ。なかったですね。でも結構暑くて、うん、気温高くて、うん、結構足きてる選手いて、うん、結構釣ってる選手も、ね、そうそう多かったんですよ、うん、多分そうだと思います、うん、まあ、だいぶハードなトレーニング今あの先週というか積んだのはあるんですけど、うんうん、やっぱ気温のところもなんかこう相関関係あるんですかって質問もらってるんですけど、うん、僕結構あるなって思って、うん、やっぱこう気温高いと汗が出る量が増える、うん、なんでその分水分取んなきゃいけないとか、実はなんかこうその日取っててもあんまり意味ないっていうか、はいはい、前日とかから結構飲んでないとよくなかったりするんで、はいはい、大体みんな1日なんか2リットルぐらいは飲もう結構言われてて、なんでそれだいぶその暑いこととか水分取れてるかってすごい関係あると僕は思います。へ、ね、それで言うとちょっと裏方話していいですか。お、はい、来た裏方話。昨日ちょっとメンバー外になりまして、はい、水とかをこう周りに置いたりとか、うんうん、そういうようなチームサポートさせていただいたんですけど、うん、初めてまあやらせていただいて、うん、まあ、それこそ今ショートが今言ったあの水給水がなかったっていうところで、多分そこを今シーズン初めて、あの夏場を越えて初めての多分しゲームで給水がない試合だったので、多分そこのコントロール、多分いつもだったら給水あるけど今回はなくて、でも多分周りのボトルの水のなくなってる量って意外と減ってなかったんですよ。へー、あー、なるほどね。それ確かに今そうやって言ってて、あ、飲水なかったけど外で取る時間もあんまなかったのかなと思って。あ、うん、試合展開的に。そうですね、うん、だからそうなるとやっぱりうまく給水するっていうちょっと、ね、うん、外の水を飲むっていうのも大事になってくるなって思ったんで、うん、そこちょっとチームに言います。お、確かに。なんかセットプレーの時とか、うん、なんかみんなこうこぞって飲みに行ってたみたいな時あった、ね、あ、そうそうそう、ね、でしかもなんかセットプレーの自分たちの守備だと相手がスタートの権限を持ってるんでやっぱり飲みに行けないんですよね。なんでやっぱり攻撃権を得てる時のセットプレーというかコーナーキックとかフリーキックだったりっていうのでここずっとばかりにみんな行ってたんで、結構来てたんじゃないかなっていう。そうか、めちゃくちゃ影響あるんですね。そうですね、だいぶあるんじゃないかなと思いますね。ここで来ましたね。あ、え、もう残り1時間早っ。もう残り1時間になりましたので、はい、グッズ紹介コーナーっていうところを、はい、なんか読んでる。いや、なんかすごい読んでたね。いや、だってなんかバスンっていう感じじゃないの、残り1時間になったからっていう。で、なんか何やるかとか聞いてないし、うん、ああのいきなりだから、ああ、やるんだ。ああ、ちょっとね、戸惑いもありつつね。そうそうそう。はい。じゃあ、まず、紹介のために、おわんをね。はい、あ、すみません。はい、ありがとうございます。こっちのおわんは大丈夫ですか？こっちも行こうと思いますか？はい。はい、すみません。ありがとうございます。さすがも。気温が高い中でもショートさんが心がけていることはございますか？ああ、やっぱりでも僕は水分すごい水分意識しますね、うん、あとは前日から何でしょうね、あと水分と、まあ、
その塩分、意外と塩を取ったりとか、うん、その、そうですね、夏場は特にその塩、水、うん、その辺は意識します。それは食事で、食事もそうですし、もう普通に塩舐めたり、ハーフタイムとかしますね、もうダイレクトに塩なんだ。そうそうそう、ダイレクトに塩舐めたり。そうなんだ、それメジャー結構多いよね。多い、夏場は特に多いですね、多いっすね、はい。そういうのショートのさ、あの温泉の水、うん、あれ飲んでるじゃん。あ、そう、僕温泉水みたいなの飲んでて、へえ、鹿児島の、はいはいはい。で、なんかそれがそのまあミネラルとか、あ、なんかそういう、まあ、マグネシウムとか、うんうん、そういうカリウムみたいなのが、まあ、普通のよりちょっとなんかこうそういうのを多く含んでるっていうのに特化してるお水で、ちょっと高いんですけど、はいはいはい、それを試合の前は飲んだりしてるんですけど、うん、釣ったんで、うん、ちょっと考えなきゃいけない、ね。さらなる対策をね、そう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 、講じなきゃいけない。でも本当なんかこれやったら釣らないって本当わかんなくて、うんうんうん、本当試行錯誤してるみたいな感じです。はいはいはい、はい、そしてよろしいですか、グッズのご紹介。まずは、まずはニットキャップ。ニットキャップ、これはかぶってみた方がいいのかな、滑る。いや、ぜひ紹介。いいの、うん、かぶってみてもらって、うちのモデルが、どうか、似合うね、いい、いい感じですね、いい、いい、うん、これからの季節まさにっていう感じじゃないですか。いるもんこれ、カーゴにいる、うん、驚いてた、八王子に。本当、うん、結構バイク乗ってた。ああ、いいね、いい感じですか、うん、似合ってる似合ってる。こっちか、あのあれでしょ、あの坂戸の駅の前で、あの鏡でやダンスして、坂戸のところで、ね、違う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 、鏡張りの、ね、いそうだけど、映る自分をね、見ながら練習してる人ですよね。 あったかいわ、あったかい、あったかい、機能面もだいぶいい、あ、めちゃくちゃ汗かいちゃいそう、普通に。これだから2600円ですか。2600円、はい、これあのグッズ紹介のこの URL とかもね、はい、コメント欄にちょっと貼らさせていただければと思いますけども、あ、似合いますねって、似合う気分はもう冬って感じ、エリさん似合いますねって、ありがとうございます、お、嬉しい、いいっすね、いい感じ、はい、そして、そして、お、これいいね、かわいいね、これは続きまして、こちらちょっと今、技術がちゃんとね書いてありますけど、はい、クラブスウェットになりますね。クラブスウェット。はい。ここに、リアさんの、何て言うんですかね。ロゴとタグラインだね。タグ、うん。これ、確かに T シャツとかね、全部ついてる気がするんですよ。うん。いい。二色展開ですね。はい。はい。いいね、どっちも。これなんか着てみた方がサイズ感とか分かるんですかね、やっぱ。確かに。あ、グレーが XL で、はい、こっちが L サイズ。L。どうなんだろう。僕はなんか先日着させてもらったこっちの、うん、L サイズはちょっと僕でちっちゃめというか、うん、タイトに、はいはいはい、丈とかもタイトになっちゃうんで、はい、僕ぐらいの身長の人は XL とか鈴木ショートな体型の人あんま多くない気がする。あんまいないんだ。うん、あんま多くない気がする。あ、そうなんだ、うん、なかなかね、なんかこう自分への読み替えが難しいかも。あー、なるほど、はいはいはい、じゃあこれで言うと M サイズっぽい感じってことですね、本来のこの L だと、まあ、M ぐらい、 M ぐらい、うん、うん、丈が短いんだ。これが XL、 XL いいね。それから身長何センチですか。183センチの体重80ちょっと、うん、キロなんで、うん、80で済んでる、80キロなんで、うんうんうん、こんな感じ。映ってます、選手。あ、映ってます、映ってます、はい、いいですね、なんか可愛い、うん、普段使いに全然いいですね、ね、女性の方にも大人気ですね、これすごいね、スタジアムとかにね、なんか私服とかに、そう、新しく発売してからというもの、すごいなんか
お、すごい。なんかもうすごい。踊りそうな。これ、はい。こういうね、クリアソンコーデもありですね。やってるね。でもやっぱちょっとね。確かに、まあ、ジャストサイズって感じだね。うん、確かに。ジャストで着たい方は、確かに L でもいいのかもしれないけど。けど、やっぱ、XL ぐらいが、うん、ちょっと大きめで余らせる感じがいいっすよねっていうコメントもあります、うん、ジャストサイズですね、グレーかわいいっていう、そう、ね、いつも着てるサイズよりワンサイズ上のサイズがいいそうですよっていうコメントもありますね、うんうんうん、はい、うちは L と XL にしましたよ、3枚という、浜尾さんはね、3枚買ってる、ありがとうございますありがとうございます、いいね、いいですね、ヒップホップ上がってきてます。なんかだんだん出来上がってきてます。次は何になるのかなっていう感じですけど。あ、はい、来ました。はい。はい、こちらはニットマフラー。ニットマフラー。あ、いいっすね。これちょっと。3,500円。3,500円。はい。これちょっとあのサンプルがないので、はい、ちょっと、確かにヒップホップにはちょっとあれかもしれないんで、はい、開けないでください。開けない方が、はい、いいっすね。これでも、これなんか巻いてたら、巻いて、試合見てるの普通におしゃれじゃないですか。確かに。いいっすよね。いいね、この。なん？どう？紫と白の。白の。おしゃれじゃない？なんかこれね、これ昔ね、こういうやつのレアルマドリードのこれ持ってたんだよね。ああ。やっぱりなんかいいよね、こういう。確かになんかこう。あったかくて。ロゴがあってね。そう。こう巻いて、ここにこうロゴが来る感じで。たりするといいかもしれないですね。こんな感じで、はい。いいね。うん。かわいいね。かわいい。これちょっといいね。これ結構似合ってるよ、すぐる。マジ？うん。あ、いいじゃないですか。ね。いや、いいと思う。かっこいい。普通に移動とかでもさ、やっぱ試合の。確かに。上手だね。普段使いでね。着れるし。はい。いいで、いいですね、これがスタジアムクッション。はい、まあ確かに観戦時、下がちょっとお尻がね硬いんで、うん、これ引いてもらえるとお尻が痛くならないというか、はい、1800円で来年もいけると、はい、来年もいけるっていうのは、来年もいけるっていうのは何、来年でも、あ、普遍的にね、うんうんうん、なんか確かにこれずっと使えるね、うんうん、確かにユニフォームとかだとまあね、その年ごとのデザインとかあったりするけど、まあこれはね、ロゴで変わらないっていうところ。いや、応援するやつじゃないでしょ。あ、違うのこれ違うんだ、うん、それはそれであるから、視線がね、うん、これでも、お尻痛くなんないね、本当に結構分厚いね。ちょっとやってみて、座ってみて。でも、もともとが柔らかいのよ、これこの椅子がね、この椅子がねそもそも椅子がね、柔らかかったんで、そう。お、11月のゲームはグッズのセールも予定しているということなので、はい、ぜひ。確かに残り2試合ですもんね、ホームゲームは。ラスト2試合になりますんで、ぜひぜひ。そうですね。確かに。ユニフォームも結構嬉しいですけど、うん、なんかこう、紫のものを身につけてくれてたりとか、はいはい、なんか、クリアソンのものを着てくださってるっていうだけで、本当になんかファミリー感ありますし、うんうんうん、こういうなんかやっぱロゴが変わらないものってやっぱその翌年も使えたりとか、はいはいはい、そういうのもいいなって思いますよね。確かにやっぱなんか来ました、来た、お、先ほどのこのニットマフラー、ニットマフラーが、お、これ裏も表もじゃなくて裏のデザインも、はい、え、なんて書いてあるのこれ、クリアソン新宿、これはちゃんと U も入ってる、入ってます、はい、すごいね、しかもこのロゴも違うんだ、うん、左右で両方に入ってるね。これアウェイのユニフォームはこっちのし、なんていうんですか、ロゴなんですね。あ、なるほどね。モノトーン、ホームはこっちのカラー。じゃあアウェイの時はこういう感じ。いるな、昔なんかいたな、そういういた、うん、クリスマスデートしてるやつ横目で見てたよこういう感じ、こういうやつを、こういうやつをこういう感じってこと、ああ、いいじゃないですか。いいね。いいね、あ、似合ってる、ね。出来上がってきたね、だんだん。いい感じ、だんだん出来上がってきました。で、これ持っちゃって。うん。
これもなんかこれはだからこれはエコバッグですね。エコバッグ、はい、いいね。これなんかこれ取り出して、そう取り出して、これはね僕自分の自分使ってます。あ、ね、そうなんだ、はい、うん、これで結構買い物行って目立つね。こういうやつとかを、いやこれあるといいよね。入れるんだ。めちゃくちゃ便利だし。いいね。ね。めっちゃいいですね。マルシェバッグ。なるほどか。マルシェバッグか。マルシェバッグを鈴木に渡す。うん。いいじゃん。これ。かわいいね。こんな感じだ。そう。いいね。全身クリアソンで。いいね。うん。エリーさん。裏面までかわいい。白白ごまでニット油の巻き方って言ってマフラーってむずいっすよね。マフラーの巻き方って個性出るよね、うんうんうん、いろんな垂らすタイプのこういうやつなんだ。 このままね、こう、ああなるほどね、こういう感じだ。うん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 、寒いからニットでこういうのを取り枕、はいはいはい、確かに確かに。ヨーロッパのサポーターの人とかなんかよく見るかもこれ。ああ、そういうスタイルも、いい、そういうスタイルもある。あります。うん、何でもいけるね。こうやって全身コーデいけるね。いいね、うん、かわいいね、おしゃれ。靴も販売しだあるな靴ね。でひとまず、はい、こんな感じで。確かに、グッズ紹介コーナーは、はい、はい、こんな感じじゃあ終了とさせていただきます、はい、ラスト2試合のところで、はい、そしてこの間に入った支援額は、入った支援がなんといくらになるのか、なんとなんとどうなるんでしょう。この間に支援が入ったということで、うん、ちょっとじゃないですか、500万。通販番組になり始めてます、ね、通販っぽいですか、これ今。まあ、通販っぽいでしょう。いいね。おぉ、すごい、3名増えてる。すごい、今目標のパーセンテージから 120% 達成ですね。はい、すごい、555人の方になりました。おぉ、これ 120% になった。120% すごいよ、ね、から 120% ってことは、え、キリー数してるでしょ。あ、ちょっとちょっとずれた、ちょっとずれたこれで400、480万の6000円になりました。おー、すげえ、テンション、テンション、テンション上げて、すごい、すごい、555名ありがとうございます。本当にありがとうございます。すごいわ、テンション下がってる、テンション下がってる。ちょうどお腹いっぱいになってきたところなんでね。いや、すごい、ゾロ目、すごい、もう600人もいるじゃないな、これね。あと、え、すごいね、これだって45分え、あと、あ、45分、はい。改めてこの、YouTube ライブはあのマスコットのプロジェクトの、うん、はい、そう、あのそうですよ、 YouTube ライブですので、うんうん、はい、お鍋ライブではない、まあ、お鍋ライブでもあるけどまあ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 、まあ、お鍋をみんなで食べようっていうライブでもあるけどそうなんですよ、まあ、そのね、はい、っていう感じで、お、はい、3名のお名前、はい、お、ゆかさん、これはゆかさんとおびさん、おびさんとショートファンさん、え、ショートファンの方から、コサポ、ありがとうございます。本当にこのショートサポさん、これショートなんかやったらこれね、あるね、なんか投げ銭みたいなあるじゃない。あ、確かに、ありがとうございます。はい、嬉しい。このライブをご覧になってる方なんですかね、ショートファンさんとかね。いやー、すごい、これなんか告知みたいなしてないっすよね、でもショートがどこで。しない、ショートゲストって言ってなかったから、ね、これ今なんか発信したら
今やってますみたいなやったら来てくれんじゃん、ファンの。確かに。インスタかじゃん。ツイッターとかで。インスタか。ね、とかで。いいじゃないですか。ちょっとリアルタイムでちょっと今、投稿作ってみて。うん、確かに。ね。つぐるもなんか、投稿してみた。え、でも僕さ、あげたんすか、ね、あ、さっきあげた。さっきっていうか朝。あ、そっか、はい。でも今、今ですっていうところをね。ああ増えてます、増えてます。私がちょっと更新させていただきますね。はい、翔さん。わおはい、ワオじゃないの、ありがとうございます。これで556人目の人目、これで480万9000円になりました。これは3000円の、はい、プランでご支援いただいてます。ありがとうございます。はい、翔太君元気出してって、たけたけさんから来てるんですけど、たけあげですかね、うちの。あ、竹焼きなのか、竹田さんなのか。確かに。これは、え、コメントで、はい、コメントで。あ、来てた。YouTube の、はい。ああ、確かに。確かに。うちもキャプテンかもしれないですね。そうですね。はい。あ、これは、エナップルさん、エナップルさんでいいのかな、はい。エナップルさん。先ほどのご支援、ありがとうございます。ありがとうございます。ファンの方々、素敵すぎます。これをここから貼り付ければいいんだよ。これマッハ555ってこと。そうじゃない。昭和バレット。確かに。マッハ55じゃない。そう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 、それそれ、うん、あ、今そっか作ってるのね。あ、インスタライブをもうするってこと。はい。あ、すごいね。もうじゃあ、あの、ここで鈴木翔太をぜひね、インスタでフォローしていただいて、はい、もう YouTube ライブにダブルで楽しんでいただけるようにね、はい、はい、いいですね、できればと思います。これ鈴木翔太、こっち側でね、なんかお知らせしとかないと。確かに、はい、これ何、俺のリクエストは、リクエスト何だろう、これ音かぶったりしない、多分大丈夫だと思います。これでも別にこっち音流れないもんね。うん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 、流れない。これすぐでもやってみるか。これはもう入ってない今。何、どうしたらいいの、画角むずいな、うん、できない、変だよね、横で変になっちゃうね。はい、あのインスタの皆さんにもご挨拶をね、はい、してください。今インスタライブで2人がご挨拶をしていますので、何もね告知してないです本当に。今はですね、ですお待ちしております。で、ね、はい、です。確かに、どっち見たらいいのかっていうコメントです。確かに、どっちも見てください。どっちも確かに、ね、いろんな画角で楽しめる。アップの仕事が見たい方はそうですね。はい、すぐるさんが国立の試合中、相手チームの方が足をつったときにすぐに助けに行かれていた姿に感動しましたって。おー、鍋食べてます。ちょっとタイミング悪かった、ごめんなさい。映ってないと思って食べてんだろうけどさ、めっちゃ映ってるから。マジ映ってた。結構映ってる。マジかよ、バレないと思ったのに。ちゃんと立って食べてたよ。いや、そう、あの試合そうですね。確かに浦島選手がね、映ってて、うん、たぶんね、あの試合ね、たぶんうちのね、39番の選手が、うん、喧嘩しそうだったから、おこれ熱くなってね、ヘアプレイあかんなと思って、はい、すぐ伸ばしてきました、ね。はい、すいませんでした。熱くなってたね、39番の選手が。すいません。すいません。熱くなる時もありますからね。はい、いやいや、なんだかんだもうだって。いや、でも本当は、
30分ぐらいで終わっちゃうんで、はい、改めて今何をやってるのか、はい、あの YouTube とインスタライブをご覧の方に、うんうんうん、はい、ご説明お願いします。確かに僕が？そうだよ、リーダー任してください。リーダー、今クリアソン新宿のマスコットプロジェクトクラウドファンディングの達成御礼&終了の瞬間をみんなと迎えたい生配信やってます。おーい、はい、今ね、みんなでちょっと鍋食べながらね、いろんな話をしたりとかをしていましてね。 120% っすよ、すごい達成。今やもう480万、目標が400万だったんですけどね、最初は、うん、今日の23時までで、ね、すごいよ、 100% を超えるという、ありがたいですね、本当に本当に。で、グッズの紹介などもしてね、すごい。で、YouTube ライブ、ん？お、最近注目してるチームメイト？最近注目してるチームメイトは誰ですかっていう質問ですね。はい、これはコメントというより、はい、話題ですけど。話題。どうですか？注目だから。そうですね。注目か。うん、まあでも、そうですね。昨日も途中出場した。樋口雄平ですね、僕は。おお、20番の、はい、20番の樋口雄平にちょっと期待したいんですけど、本当にね、若くてこうアグレッシブなところあるんで、なんかそこがもう少しこう開花してくれたら、うん、ポテンシャルはすごい秘めてる選手なので、これからに活躍したい、これからの成長も期待込めて、うん、まあ、樋口雄平を選んでたんですけど、まあ、もう一つ理由ありまして、はい、結構友達、女の子の友達とかも見に来てくれたりするんですけど、はい、大体ね、20番の樋口かっこいいって言うんですよ、ね、あ、だからそれも含めてね、やっぱあのファンを増やすっていう意味でもね、はいはいはい、樋口にはちょっと期待したいというところ、ね、はい、イケメンでもありますからね、はい、樋口は思っております。なるほど、はい、彼のポテンシャルっていうのは どういうところなんですか？まあ、正直そんなにうまくはないです。おお、うまくはない、はい、うまくはないんですけど、うん、やっぱりこう仕掛けるとか、うん、なんか能力、走るとか、そういうなんですかね、当たり前だけどこうチャレンジする気持ちっていうのはありますし、うん、しっかりこう上を目指してやってるって感じれるので、はいはいはい、その辺はどんどんもっと貪欲に、うん、今の現状では満足せずに、うん、自分の技術を磨いていくと か, なんか苦手なことにチャレンジするとかっていうのは、ま、もっと伸ばせるって思うので、そこは期待してやってほしいですね、樋口選手は。ショートは？僕はそうっすね、注目で言うと、ゴルゴが本当にあのまんまの人間なのかっていう。あ、なるほど。なんか秘めてんじゃないか、まだわからない、そうゴルゴがいるんじゃないかっていう。そうなんですよ。え、ショートから見たゴルゴは今のところどういう人？いや、なんか、まあ、サッカー通りな感じなんですけど、うん、もうこう黒子に徹してるじゃないですけど、はいはいはい、なんかこういてほしい時にいてくれたりとか、はい、なんかこう陰ながら本当支えてるみたいな、うん、プレースタイル通り生活もなんかこうあのゴルゴの感じなんですよ。はい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 、はい、本当か。それはだから良すぎるというか、そうそうそう、うん、すごいなんかやっぱりいい人なんで、なんかその辺を、はい、で結構練習の時も荷物を置いたりする時に、うん、だいたいゴルゴ隣というか近いんですよ、はい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 、なんで結構コミュニケーション取りに行って、うん、で話はするんですけど、まだゴルゴなんですよ。お、え、例えば、うん、なんだ、まあ、家庭の話もそうですし、うん、まあ、ペット、うんがどうこうとか、うん、まあなんかそういう、まあ、僕も踏み込みに行ってはないんで、はい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 、
アイスブレイクが長いみたいな感じですね。まだまだアイスブレイクが続いていて、そうなんです。でその間にもう練習が始まっちゃう。始まっちゃう。じゃあまだゴルゴは、ゴルゴが本当に秘めたものがあるかもなっていう。はい、そうなんです。こんないいやつなわけないと。はい、だけなわけない。こんないいやつがゴルゴ13つけられますよ。あだ名でね。はい。あの45番の石井啓斗ですね。はい。はい、そうです。が、あのあだ名がゴルゴですので。はい。はい、そうです。あ、僕の注目？あの10ある？大丈夫？おお。めちゃくちゃありますよ。なんか注目。すごいな。コメントして、なんか押して、それして、押して、で、そこなんか押して、それ。誰だろう。試して、それ、で、コメント。僕の注目はね、ちょっと前まで高橋光也だったんですけど、おあの、今やもう、なんかすごい勢いじゃないですか。うん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 、もう、なんで、高橋光也は高橋光也でも、めちゃくちゃ高橋光也なんで、はい、まあそれはそれとして、はい、最近は厚見英介ですかね。お僕厚見英介が好きなんですよ。おお、そうなんですか。あのプレースタイルとか、おあのなんというかちょっといい持ち方したりとか、はい、なんかこう人とは違う、はい、なんか一癖ある、はいはいはい、プレーをするじゃないですか。なんかあの感じが僕は好きで、で、あの英介も試合出てましたけど、うん、いろんなポジションもできるし、うんうんうん、っていう中でなんかこうあんまりこう表に出すタイプじゃないんですけど、うん、なんかこうコミュニケーション取ってるとあのすごくなんかこう言葉の中にこう力強さがあって、うん、なんかやってありますよみたいなところをなんか話してるとこう感じる選手だし、うんうんうん、僕はプレースタイルが好きだし、うん、っていうので注目してますね。おあとフリーキックもいいし。確かに、うん、そうですね。なんかいろいろ好きなんですよ僕。それはプレーが確かに、はい、ほんとめっちゃ来てる気がするね。あインスタでね、はいはい、YouTube 来ますか。 YouTube はね自身が女性だったらと仮定して彼氏にしたい選手、おすすめの選手は誰ですか。いや難しいなそれ。彼氏にしたい選手。あ、それはね、僕結構ね、考えるんですよね。考えるんだ。考える、ね。彼氏にするのは誰かなって。うん、嬉しいっす。なんかね、確かね、結構イケメンは多いと思うんですよ。確かに。イケメンは多いと思うんですけど、うん、でもね、米原とかちょっと俺ダメなんですよね。あイケメン。イケメンだけど、うん。あいつは俺と似たものを感じる。どういう感じ、どういう感じそれ。っていうか俺よりもやばい気がする。あ、ほんと。はい。なんであんなにイケメンで好青年の逆にね、そういろいろ気にしちゃうんでしょうね。あ、分かんないけど。はいはいはい。そういや、あのおすすめの人は聞かれてる。あ、そっか。米原はおすすめしてないじゃん。そうそう、いや米ちょっとかっこいいと思ったんだけど、うん、ちょっとそういうことでなんか一緒に住んだりとかなんかね、デートとか。ほんとに考えてる。ほんとに考えてるんだ。本当に考えてたら面白いね。ちゃんと考えてんだ、うん、結構ね、まあ今2人に絞ってるんですけど、うん、まあ、ゴルゴと伊達さんですかね。伊達さんっていうのもやっぱ優しい、まず、はいはいはい、優しいっていうのが大前提っていうのと、うん、結構自分はこうどこどこ行きたいとか、このお店に行きたいとか、うん、結構あるんですよ。はいはいはい。それを、うん、ね、あの二人は多分受け入れてくれる、真剣すぎやろって思うんですけど、そう、一緒に多分ここ行きたいって言ったら、うん、あ、いいよって言ってくれそう、一番で、しかもかっこいい二人とも。かっこいいもんね、うん、イケメン好きだから。確かに確かに。女性の方だったんだもうね。この数時間で一番喋ってる尺長かったよ。一番好きなネタだよ、ね、一番好きなんだよ。付き合うなら誰なのか、うん、そんな感じで。ショートは僕はやっぱ須藤武明。須藤武明、伊達さんですと岩立、はい、あ、男です。男、はい、あ、
でもなんかタイプ違うかな、竹ある人と竹さんって。そうですね、竹はこう、うん、ちょっと抜けてるところもあって、うん、人間味をすごい感じれるっていうところに、はいはいはい、なんか女性からすると、うん、こんだけリーダーな感じなのに、家に帰ったらちょっと抜けてるみたいなところに母性をくすぐられるんじゃないかなっていうのが一つと、はいはいはい、なしよなし、あ、そうだ、やばい、やばいやばい、本質からずれてる。本当だね。伊達さんに関しては、うん、まあ、やっぱり家でもなんかこう守ってくれるっていうか、うん、大きく受け止めてくれそうな感じが、はいはいはい、ビシビシしてるので、あ、なるほど。そのなんか女性から見たこうちょっと違う感じで、でもどっちも良さがあって、どっちも、はい、良さがあってっていうので2人で選びましたっていうことですね。彼氏にしたい人でいけば、残り30分切りました、はい、残り30分を、はい、これで僕の方のインスタを、まあ、中山優斗はどうですか、中山優斗はどうですか、中山優斗はどうですか、中山優斗どうですか。僕の大先輩大前元気さんから中山優斗もいただいて、変わらないと思いますね。もうあのままの感じですね。中山優斗は、中山優斗は本当すいません、変わらない、元気さん、あの感じです。大前元気さん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。原和樹は、あ、原和樹は、まあ、原和樹さんから、はい、原和樹はって来てるんですね、自分で来てます、はい、そういう、はい、なんかあのちょっとふざけた人なんですけど、はい、原和樹さんのことは高木和正さんからよく聞いております。原和樹選手、まあ、あ、元選手ですね。そうです、そうです、まあ、多分さぬきとかでね、そうですね、あの地域チャンピオンズリーグで、ああ、そうです、そうです、おこしやすで、おこしやす京都で、うん、はい、あ、じゃあ試合はしてるんすね。してますね、クリアソン新宿と京都で。なので、あの時は1次ラウンドと決勝ラウンドで2試合、はい、させていただきましたね。なるほど。スグルの方は何か来てるんですか。スグネー出てますね。スグネーが出ちゃったみたいな。スグネーが出た。さっきの、ね、あ、先ほどのね。はいはいはい。ぐらいですかね。ゆかさん。お二人ともこのテーマを話すときの表情がすごく楽しそう。確かに、ね、いや、いいですね。30分なんで、はい、一旦これはライブを終了、終了して、はい、なんか有名人から来てましたね、大前元気さん。あ、皆さんご存知なんじゃないですか。はい、僕の高校の大先輩で、かぶってはないんですけど。あ、そっか、有形大柏。そうです。で、中山優斗、クリアソン中山優斗と、うん、ジャスパ草津群馬で一緒にプレーされててっていう接点があったりとか、はいはいはい、うん、今は南葛 SC で、そうです、そうです、プレーされ、ね、プレーされてる、はいはい、もう大先輩ですね。あ、そうです、コメントいただきました、いただきまして、ありがとうございます。はい、はい、っていう中で残りもう本当にわずかになってきましたけど、ちょっと本当にあのこのマスコットに話を戻すと、はい、あのちょっと今後のねこととかも聞いていけたらと思いますけど、うんうんうん、マスコットと一緒にやりたいこと、お、あと、まあ、イベントとかも含めて、うんうんうん、どういうことをやっていきたいか。あります、野望はたくさん あるんだ、はい、お、もちろん、まあ、それこそ新宿の美味しいもの巡りとか、うん、一緒に、はいはいはい、のをマスコットで一緒に行ったりとか、うん、まあ、あとは何ですかね、それこそさ、うんうん、マンホールとかになっ、あ、絵でさ、ね、実現したらすごくない？マンホールっていうのは、もう野望あるんですけど、うん、これもキラキラして話すと思いますので、いいですね、いいですね、はい、あの自分結構マンホールに、はい、ポケモンとかいろんなアニメのキャラとかが載ってるマンホール見るのめっちゃ好きで、ほう、それを結構全国各地に見るんですけど、うん、それの新宿バージョンがそのクリアソンでのマスコットになるみたいなのがちょっと野望でありまして、はいはいはい、うん、野望なんだ。そう、野望でもこれ実現絶対します。あ、するんだ、大丈夫、もう言い切りますもん。あ、はい、ここはちょっといいね、はい、頑張ってチャレンジしたい。そうなったら嬉しいね。でもね、今新宿だと、
今ね、あんまなくて、もゴジラの、東宝シネマーズのゴジラの前に、うんうん、実写かな、あれ実写版みたいなゴジラの写真みたいなのが載ってるのが2個あって、はいはいはい、それはね、あるんですけど、どこが、まあ、でもこの辺なんか、まあ、場所わかんないですけど、うん、まあ、すごいね、なったらね、なりたいね、確かに。そうですね、それできたら嬉しいですね。やっぱあとはなんかね、選手と一緒に、なんだろう、地域にこう、活動で、イベントで行くことがやっぱり多くて、うんうん、この新宿の、まあ、お子さんというか子供たちと一緒に何かをやっていくみたいなことが多いんで、うんうん、そこになんかこう一緒に盛り上げていくみたいなことで、はいはいはい、なんかやっていけたりしたらね、いや、まあ、いいなって。夏祭りとか、おー、いいですね、一緒に、はいはいはい、なんかそういうのでも夏祭り一緒に行けたりとか、うん、まあ、そういうのできたらいいなって個人的にはね、うん、そうですね、確かにクリアさんとしてこう呼んでいただくことが、うん、選手として呼んでいただくことが結構増えてきて、はいはいはい、そういった中でもね、まあ、スコップがいるいないだとまたね、全然多分違う印象も持たれると思いますし、うん、多分子どもたちとかからの印象も全然違うと思うんで、うん、もう新宿中がもうマスコットを知ってますぐらいの、はいはいはい、規模感でこう認知されたら嬉しいですけどね、うん、はい、あ、なんとかだ、うん、名前をすぐ呼ばれるみたいな、はいはいはい、っていうぐらいにね、まずはなってほしいですね、マスコットには、うん、はい、そうだね。でも新宿のいろんなところに、まあ、クリアソンってこう出ていってるけど、なんかそれもね、マスコットと一緒に出ていけば、うん、なんかすぐ広まっていってくれそうだなっていう、ね、うん、感覚とかね、まあ、そのためにやっぱこう愛してもらえるように、そうですね、ね、うん、言わなきゃいけないですね、はい、確かに確かに。あ、でもこれマスコット今の方向性ではどんな系統を狙ってますか？かわいい系統、うん、まあ可愛い系とかかっこいい系、まあ、これはちょっとね、あの現状のあのものはね、本当にね、ちょっと言葉では表わせないんですけど、はい、はい、そして原和樹さんから電話が来ましたね、はい、出れるわけないのよ、原和樹さんから電話が来てました、ね、分かって電話かけてきてるんですよ、はいはい、一回出てみれば、一回本当に出ちゃうみたいな、出ちゃダメなのよ分かってんだから今やってんの悪いんだよ、面白いですね、はい、悪いんですよ、本当に。あ、もう電話で出てもらうっていう、ね、もう勘弁してくださいよ原和樹さん、あの大崎純也と一緒にあのいろんな、ね、取り組みとかもしたり、ね、あ、そうです、そうです、したり、はい、確かにつながりは多いですよね、そうですね、うん、で、なんかね、ちょっと止まっちゃったんで、ね、なんか俺らがね、支援も疲れてきてます多分ね、これ今60名ぐらいの方がいるんですけど、はい、ずっとね、ご覧いただいてる方も、でもすでにね、うん、こう支援したよっていう方も、はいはい、多いかなと思うんですけど、いい感じですね、やっぱりですね、またでもあれでしょ、目標は500万円なんでしょ、はい、もう少し帰れないっすね500万いくまで帰れませんなのでは言ってないです、言ってない、一応、はい、それは言ってないです、そうだよね、はい、さすがにね、あの、ただ行きたいねっていう話をしました、そうですね、はい、行きたいですね、466万円から480万9千円まで行ったっていう形ですね、ね、これは僕が自腹じゃない、なぜ自腹じゃなくて経費落ちるかなあ、ゆっきんじゃんさん、すみません、いつもあの YouTube ライブでもコメントいただくんですけど、そのちょっと読み方がね、いつもあの間違っていたら申し訳ないんですが、ちなみにこれ、今日皆さん残業ですかっていうことで、しっかりとね、あの、残業であるということを確認した上で、はい、やれてますんでね。残業ですよね。もう10時過ぎてますから。そうですね。はい。そうですね。うん。なんで、まあ、はい、夜時間外。そうですね。はい、普段だと、練習終わって、あ、でも、どうなんですか、はい、とかある。
会社の人たち、はいはいはい、交流みたいな形でご飯行くことはありますけど、うん、それ以外だとそんなないですね。でも練習も5時から7時でしょ、はい、で7時に終わったとはいえ、まあ、もろもろあってみんな出るのって7時半とか、もっと遅い。いや、まあ7時半前後には出てる、には出てるって感じ、はい、っていうところから、なんかね、まあ、さらに活動するってなると、なかなかね、そうっすね、ちょっと難しいところもある。帰ってご飯食べて。そうですね、確かにそんな、あんまないですね、そういう経験はまだ。うん、昨年とかだと9時まで練習してやってみに来たんで、全部またね、さらに遅いから、すごいな、うん。去年は、なので、練習が7時に始まって、9時に終わるっていう、うん、あの、時間帯の。まあ、それまでみんな仕事して、7時から9時やって、で、まあ、9時半ぐらいに家を出るけど、うん、まあ、帰るとなるともう、10時半、11時とかになってしまってっていうところがあったから、ね、まあ、そこのね、コンディションのところが難しいっていう話もやっぱりあったり、うん。とはいえ、ここは本当に難しい話で、で今5時、7時だけど、うん、それこそ、じゃあ、まあ、いわゆるこの株式会社クリアソンに勤めてるメンバーは、一定ね、こうなんかこう、幅を持たせたりとか、早めたりとかっていうふうな調整をできたりするけど、まあ、株式会社クリアソンで働い、ではないところで働いてるメンバーも、まあ、いるわけで、っていうふうなところの調整っていうのはすごく難しかったり、そうですね。たりとか、あとは、まあ、職場の方のね、こう理解とか調整をこういっぱいこう一緒にお願いさせてもらったりとかっていうのもやりながらっていう、やっぱり両立っていうのはね、なんかこう簡単に言える話じゃないなっていうのは、なんかみんなを見てて思う。両立って言えてんのかな。どうですか、ぶっちゃけ。ぶっちゃけ社外選手のもう見てると、本当にそれこそ遠征行って普通にこう飯食べる前とか後にも会社のミーティングしてるとかもう平気であるので、その社内でそのクリアソンの社内で働いてる選手だと、そこの試合前日とかに仕事を入るとかはあんまりないんですけど、社外で働いてる選手を見てるとね、やっぱすごいなと思いますよ。食事会場もやっぱイヤホンつけてきてたりとかもありますし、はいはいはい、食事を終えてすぐもうその場でまたイヤホンしてミーティングしてとかもあるんで、遠征ってなると、まあ、みんなで移動してホテルにまあ全泊したりとかっていう風になるけど、はいはいはい、そのホテルのまあ食事会場にみんなで行くわけですよね。そうですそうです。同じ時間帯でみんなで食べるからっていう時に、はい、イヤホンして会議に臨んでいたりだとかっていう話ですか。はい、そうです。いやその辺をこう考えると、うん、ね、いやそうですね、まだまだだな、まだまだなって思う、自分たちは。そうですね、それこそ、ね、平日、うん、もうその休めないわけじゃないですか、うん、社員、うん、社外選手は、はい、社内選手だとそのオフのサッカーがオフの日に仕事を休むとかっていう、うん、調整をね、しやすいところはあるかもしれない。社会選手がそれもできる、うん、土日休みで、土日は試合練習あってってなると、うん、そ本当にいつ休んでんだろうっていうね、うん、うちの今、高橋光也も、うん、あるじゃないですか、特集みたいな、マイナビの特集みたいな記事になってるんですけど、うんうん、そういうの見てると余計思いますね。ね、高橋光也、もう昨日出てたメンバーで言っても、高橋光也はマイナビで働いていて、うん、千葉城太郎はビームコンサルティングですし、うん、厚見恵介は GC ストーリー、うん、ね、本当にいろんな会社で本当にあの夜あの働いてっていうところでやりながらクリアソン新宿の選手としてもやっているっていう中で、なんか僕もあの職場の方とあの話させていただくことが結構多くて、うん、あのやりますけど、なんかそれこそ高橋光也とかはあのあれなんですよね、職場の方にめっちゃ愛されてて、なんかあの、まああいうキャラクターなんで、うん、あの可愛いんですよねって、この顔で言われちゃうとみたいな顔を
なんか職場の方、上司の方とかもおっしゃって、部長の方とかもやっぱおっしゃってて、でただなんかそのやっぱりいわゆるビジネスパーソンなわけじゃないですか、うん、っていう中であのそんななんかこう甘っちょろい感じであの何かこう送り出してるってわけじゃなくて、高橋光也がちゃんと結果を出しているからなんかそこはやっぱり評価をしているし、っていう中でなんかこう仕事との仕事サッカーの両立っていうのをこう頑張ってもらってるっていう話もあって、なんかすごいことをしてるんだな彼はっていうのは、彼いや一番彼すごいな、そうやって言われるのが一番だね、うんうん、すごい、なんでそこはねすごい、うん、まあこの株式会社クリアソンでの働き方っていう意味でもやっぱね、うん、頑張っていかないといけないですね、うんうん、その2人もめちゃくちゃ頑張ってる中ではあるんですけど、さらに、はいはい、学んでいくしかないですね、ね、ここからね、はい、残り15分切っちゃいましたね、ね、はい、もうこれ本当に残り12分とかなんで、はい、ですよ、まあコメントもね、なんかあれですよ、あのグッズのお話もあの後藤さんから来てますね、はい、もちろんかっこいい2人が着ているためだと思いますが、クラブスウェットめちゃくちゃかっこいいです、パーカーも欲しいですね、パーカーね、パーカーいいっすね、いいっすね、うん、欲しいかもしれない、僕パーカーこだわりあるんですよ、えほう、あのフードがちゃんと立ってるやつ、あめちゃくちゃ大事、え、だい、わかります、ここがなんかペタってなってるパーカーか、そう、ここがなんかちゃんとこう、そうそうそう、立ってるパーカーかは全然違う、全然違いますよね、全然違うこれね結構ここは大事、これ俺譲れないかも、ね、うちの、ね、パーカー作るってなったらちょっと2人で言おうか、はい、はい、言いましょう、そう、それは、それは一番最初に言った方がいいね、うん、できる前に、本当に多分めちゃくちゃ大事だから、あ、ソースさんにもう伝わったから大丈夫、はい、大丈夫、あ、分かるって、あ、やっぱりね、パーカーのところあ、パーカー欲しいです、パーカーいいよね、パーカーの声がすごいありますね、見つけたいですね、でもクリアソンのグッズってなんか普段使いできるもの多いじゃないですか、うんうん、なんかそんな他のサッカーチームとかってねそこまでないなって、あ、まあ確かに、 ある意味こうね、分かりやすくなんかこう、こういう風にで、まあ、これもこうそうだけど、でも出てたりとかね、出てるけどなんか着やすい、そうだね、日常使いがしやすいっていうのは、まあ、グッズのコンセプトであるよね、ワンポイントロゴのあの T シャツとかも、 T シャツね、うん、あれはもうめちゃくちゃいいよね、着やすいし、ね、そうだね、そういうのも良さだね、なんか、うん、めちゃ選手も普通に着て出かけるというかね、うん、仕事にも着てて、試合の日も着てる選手もいるしね、試合の日はこのグレーのパーあースウェットを須藤武明がね、うん、昨日とかは着てましたね、あとカタカナクリアソンの T シャツとか着てる選手も結構多いですし、確かに、確かに、意外といるんですよね、来ました、おお、お、2名の方が、お、すごい、このすごい、ラスト最後のお願いします、はい、今22時51分ですけれども558名様、8名様ありがとうございます、そしてえ、すごいな、え、支援総額が483万2000円に、おお、ありました、ありがとうございます、ありがとうございます、すごい、すごいな、すごい、パーカーいいです ね、 ね、ところで原さんのプライベートは、はい、しゅんさん、しゅんさんから来てますね、いいんですよ、しゅんさん、後で個別にお話します、知りたいな、原さんのプライベート充実してますよ、本当に、あ、そうなんですか、はい、もう本当にもう素敵なみんなに囲まれて笑ってるんじゃないよまあプライベートね、確かにそっちも充実させていかねばなりませんね、そうっす、はい、あ、お名前、はい、ママですさん、ダーちゃんさん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、追い上げってことですね、追い上げね、はい、そうですね、よければご支援いただけたら嬉しいですけどね、そうですね、もうすごいな、558名
あ、そうですね。これでもうそろそろね、終了を、はい、迎えそうですので、皆様もあのページを見ながらですね、振り返っていただければなというふうに思いますけれども、はい、まずはですね、純粋応援コース3000円の純粋応援コースがこれ20名の方に入っていただきました。ありがとうございます。そしてマスコットクリアステッカーコース、これも3000円のプランですけども、これは40名の方に、ありがとうございます。そしてマスコットボールペンコース、こちらは37名の方、ありがとうございます。選手のアクリルスタンド、うん、これは64名完売でございます。完売、はい、すごい、ありがとうございます。そして、文明堂とのコラボのカステラ、はい、特別仕立てのカステラが、153名、はい、ありがとうございます。そして純粋応援コース5000円のプランが、15名の方、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。マスコット T シャツコース94名の方、これも完売でございます。これが T シャツですね、はい、T シャツのプランありがとうございます。そして浅沼傑手書きメッセージコース、こちらが15名の方、おー、すごいすごいすごい、はい、ありがとうございます。そして純粋応援コースの1万円のが、34名の方、ありがたい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そしてマスコットぬいぐるみのコースは103名の方、おすごいですね、これ1万円のプランですよ。はい、で、マスコットグッズ詰め合わせ、こちら2万円のコースですけれども、38名の方、ありがとうございます。選手アクリルスタンドコース、これ11人の選手の、2万円のコースですけれども、お一人入っていただいてます。お、はい、ありがとうございます。そして選手とボーリングのコース、これ入るのかと思いましたけど、2人入っていただいてます。はい、すごい。そして選手アクリルスタンドコース、選手全員分の5万円のコース、こちら6名の方に。おー、すげえ。選手とカフェでお話コース、はい、5万円のコース、こちら2人。おー、そして最後、マスコットと、選手、と写真撮影のコース、こちらが6人おの方に入っていただいております。はい、アラさんという中で、そして、そして、そして、もう一人の方が入っていただきました。浩平さん。私のアップルウォッチがね、はい、感じました。純粋応援3000のコースで、浩平さんに入っていただきました。483万5000円。おぉ、また入りました。わぁ、また入りました。あと4分560名ってことですね。じゃあラスト、ぬいぐるみ入りました。おー、ぬいぐるみのコース入りました。484500、すごい。あと4分なんで、これで560人。ともごとさん、ともごとさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。残り3分ちょっととなってしまったので、幸子さんからも入りました。すごい、すごい。最後に、アクリルスタンド選手11人。選手11人。これでだから485万になるのかな。約束通り。486万8000円。いや、すごいことになってきた。すごい。あと3分。3分ほどで。最後誰が取るのかっていう争いもある。皆さん、3分。最後は誰なんだというところもあるかもしれませんが、今561名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。すごいですね、これご覧いただきながらご支援をしてくださっている方が。ありがたいですね、本当。あともう少しね。あ、これをね、最後ね、終わりの瞬間にラストワンは誰かという。ボーリングはどなたでできてるんですか。ボーリングは誰とはまだ決まってないので。これは今からサインするんですか。そうですね、ボーリングする選手は希望選手とかいれば、確かに、だけ確かにその選手でを呼ぶっていうのは可能だと思うんで、うん、あとカフェもその選手指名できます。あ、うんうんうん、そうなんですね。話したい選手とカフェでお話できるっていう、はいはい、指名していただいて一緒にカフェに行って
てっていう風になるので、確かにいろんなことを話せそうですね。うん、ぜひぜひ最後の支援もお願いします。はい、あと2分です。あと2分、あと2分、ラストワン、確かにね、どのタイミングでこれ入れるかみたいなのも、ね、確かにあるかもしれないですね。すごいな。そうか、幸子さんは最後の最後まで迷いに迷って、はい、ありがとうございます、いただいたということですね。ありがとうございます。ボーリング超うまい選手と全然ダメな選手に教えて。ボーリングのうまさとかあんま分かんない。分かる、一回やったよね。あ、多分俺はまだ入ってない。ああ、そう、一回やったんですけど、和樹くんとかめっちゃうまいんですよ。え、斉藤和樹、斉藤和樹と鈴木翔ってうまいって聞いた。すごくうまいっす。そうなんだ、ボーリング上手。そういう情報もありながら、お、もうほんと1分半とかじゃないですか。おっ、1分、おおっと、あ、すごい、なんかこれ多分ね入ってるかもしれない。これ入ってるんじゃないですか。いや、もうあと1分なんで。やばい、あと1分、あと1分、ちょっとこれはラストご支援お願いします。最後にご支援いただいた方はね、どんどん、あの、終わったタイミングでどんどん行きましょう。お、58秒カウントダウン始まりました。カウントダウン、もう50、あと残り50秒、あと1人シュンさん、はい、シュンさん入ってます。シュンさん、ありがとうございます。はい、ラスト1分、あ、ドキドキ。あ、ブンさんもありがとうございます。ありがとうございます。はい、いやー、嬉しい。残り、ヨヨノフトさん。おー、すごいすごい。もう、ヨヨノフトさん。やばい、あと30秒。はい。もう、バンバン行きましょう。あと30秒。そういうのじゃないか。そういうのじゃないか。そういうのじゃない。もう、行っちゃえみたいな。行っちゃえとかじゃない。そういうのじゃない。そういうのじゃない。終わり終わりよ。あ、残り20秒。はい。あ、そうですね。はい。これは達成しましたんで、5秒前からじゃないですか、クリオさんは。あ、そうですね、いきますよ。これ何、はい、いきまーす。5、4、3、2、1、クリオさん、ありがとうございました。皆様ありがとうございます。すごい、これは最終、これ最終結果を今から発表いたしますけれども、本日の対象の人数は、はい、はい、この YouTube ライブが始まったタイミングでの人数、はい、400、何、え、400だったの、上がね、あ、こっちがね、金額が466万7000円からスタートをした、はい、536人からスタートをした。最終はどうなったんでしょうか。すごい、この時間に、いや、じゃあ、最終のあれが更新のまだなんですかね。ちょっと今何があれに、ね、入ったんですか。ちょっとね、まだこのあれが分かんない。総額が、はい、支援者数が566人、おー、6人、支援者数の合計が、489万3000円、489万3000円。宝さん、宝さんですかね。はい。30名の方はちょっと見てもいいか。いやー、すごいですね。すごい。この3時間ぐらいか。すげえ。ありがたいですね。ありがとうございます。宝さん、とも後藤さん、よよの人さん、ぶんさん、しゅんさん、さちこさん。いや、無事
マスコット全身作れそうですね。安心しました。その金額のパーセントに応じて、そうすよ作れる体のパーセントが変わってたんだ。はい、危なかったですね。70だったんで僕見た時は先週。はいはいはい。首出来上がらないんじゃないかな。首から上が出来上がらないんじゃないかと。はい、ちょっと不安な気持ちもあったんですけど。はい。いや、でも無事にね、100%を超えて。これはなので122.325% ですね。はい。はい、じゃあという形になりますので、はい、皆様はすごい、もうコメントがすごいですね。もうパチパチパチということで、いやおめでとうございます。僕、原くんお疲れ様でした。後藤先生ありがとうございます。おめでとうございます。翔斗くんの笑顔がまぶしい。いやすごいですね。お三方ともお疲れ様です。長時間配信もお疲れ様です。400万を超えた額で浅沼選手の鍋会開きましょう。うん。いいですね。鍋会ね。鍋会かと思いました。はい。すごい。確かにね、もう今88名の方がご覧いただいて、本当にありがとうございました。はい。ということでちょっと最後にね。はい、皆様にご挨拶をさせていただいて、この配信は終了とさせていただこうかなというふうに思います。はい、ということで皆様ありがとうございました。このマスコットというなんかこう存在を今から誕生するっていうプロジェクトですけど、なんかもうすでにもうこれだけの方がご支援をいただいているっていうところでも、僕はマスコットのこう存在の大きさっていうのを感じています。で、まあこれから誕生するマスコットどんな感じなのかなっていうのは、これからね、こう楽しみにしていただいて、で一緒にこう育てていけるような、はい、存在であったら僕は嬉しいなっていうふうに思いますので、引き続き皆様歩みを共にしていただけると嬉しいなというふうに思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、はい、たくさんのご支援の方ありがとうございました。マスコットがこう誕生するっていうことがクリアさんにとってとても大きなことで、それがこんだけの、たくさんの皆様と一緒にこう共有できていることに本当に嬉しく思います。地域活動のところだったりだとか試合のところだったりで、皆様にこう、まあ、広めというのか、なんかこうする日が僕自身もすごい楽しみなので、今後とも一緒に歩んでいっていけたらなと思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。リーダー、はい、リーダー、はい、ありがとうございます。はい、はい、はいね、はい、口癖なんで、はい。本当僕自身は本当にマスコット愛というか、うん、本当に大好きなものだったので、このクリアソン新宿としてマスコットがの誕生するタイミングに一緒にこう仕事をができて、はい、加入することができて、すごいまずそこに対して感謝していますし、本当に嬉しいことだと思っております。はい、でマスコットが、誕生してから、いろんな、先ほどもショートだったり原さんが言ったように、いろいろなイベントだったりとか、に参加、一緒に参加してさせてもらうことが多くなると思うんですけど、クリアソン新宿を代表する素晴らしいマスコットができることにも本当に間違いないことはもう決まっておりますので、ぜひ、引き続き、楽しみにしていただいて、皆様お待ちいただければと思っておりますので、今日は本当に多くのご支援の皆様の、ご支援のおかげで、無事達成ということで終わることができましたので、本当にありがとうございました。以上です。ありがとうございました。ではこちらで配信を終了とさせていただきます。皆様遅い時間まで本当にありがとうございました。ありがとうございました。ではこちらで失礼します。おやすみなさい。おやすみなさい。